世界最高峰の卓球リーグ、野島 T リーグ。この時間はトップ乙女ピンポンズ名古屋対日本生命レッドエルフの試合の模様をお伝えしてまいります。会場は愛知県愛西市にある愛西市浸水公園体育館です。放送席ご紹介いたします。この試合の解説は姉妹で全日本女子ダブルス3連覇達成の西井由香さん、実況横田でお伝えしてまいります。西井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日もたくさんの方で、席が埋まっています。まずはアウェー日本生命レッドエルフの選手入場です。現在首位を走ります日本生命レッドエルフ、昨日は大阪での試合でした。さあ、今日のメンバーです。森桜、前田美優、龍門優、赤江花穂、そしてチョンジヒというメンバーです。今日は龍門優が入っていますね。はい、今もまだ行われていますドイツオープンに、ね、参加していたんですが、この試合のために駆けつけたということで、この試合にかける思いっていうのを感じますね。村上康和総監督が率います日本生命レッドエルフです。昨日も日本ペイントマレッツの試合に勝利しまして11勝を挙げています。さあ、続きましてトップ乙女ピンポンズ名古屋選手入場です。昨日は木下アビエル神奈川との接戦で惜しくも敗れました。まあ、トップ名古屋としてはね、昨日なんとか勝ちたかったですね。そうですね、もう本当に惜しい試合だったと思います。その悔しさを持って今日臨みます。はい、まずは井出沢です。井出沢も本当に惜しいゲームでした昨日は。そうですね、もう本当に最後の最後までもうマッチポイントを取っていながらの悔しい敗戦でしたね。そしてダブルス勝利を収めました鈴木です。ダブルスは絶好調ですね。そしてこちら22歳の森田です。まあ、ビクトリーマッチもね、本当に惜しかったという形でした。そうですね、調子は良さそうですからね。今日に期待です。そして昨日は出場がありませんでした山本翔子、さらには19番を背負います梅村です。そして鈴木とのダブルスはここまで5連勝中という好調です、ヤンハウンです。唯一の、ね、外国人選手ですので、チームを引っ張っていってほしいなと思います。そうですね。そして率います藤川秀夫監督です。まあ、今日が最後のホームになるので勝ちたいですねというような話を、ね、してくれていました。そうですね、もう是が非でも勝利のプレゼントを、ね、ファンの皆さんにしたいと思いますね。はい、昨日敗れて6勝9敗です。トップ乙女ピンポンズ名古屋です。現在1位の日本生命レッドエルフと現在3位のトップ乙女ピンポンズ名古屋との一戦です。順位表です。ご覧のように日本生命レッドエルフが、まあ、頭一つ抜け出ていてということになります。昨日木下ベールとの2位攻防戦で名古屋敗れましたので勝ち点差が5に広がっています。ただ、まだね、試合数はありますからね。そうですね、本当に昨日の試合はもう2位の座を絶対に譲れないという木下アビエルと、はい、もう少しで手が届きそうなのにっていうトップ名古屋とのね、本当にぶつかり合いのいい試合でした。はい、ですので、まあ、これまだまだこれ一つ一つまずは勝っていくことがね、トップ名古屋にとっても大事になりますよね。はい、まだね、これから直接対決もありますから、はい、本当に最後までわからない戦いになってくると思います。2月16日にね、試合も控えていますので、2位攻防戦という意味で大事になります。日本生命レッドエルフとしてはもちろんこれ首位をね、このままキープしてプレーオフファイナルへと勢いをつけたいですからね。そうですね、まあ、今日勝利すればだいぶ見えてくるかなっていうことを村上監督もおっしゃっていましたね。はい、はい、ですので、まあ、立場は違いますが、まあ、終盤戦に向けてという両チームです。さあ、今日の対戦カードはご覧のようになっています。西井さんから見て楽しみなマッチはどれがあるでしょうか。
やはり第一マッチ、もうこのダブルスにかける思いっていうのは、本当に両チームともあると思いますね。ユーモンユ選手をドイツからこの試合のためにこのダブルスのために呼び寄せたっていう村上監督の熱い思いも聞きましたので、本当にこの1マッチが勝敗を分けると言っても過言ではないと思います。まあ、それ以降のカードもね、本当にちょっと楽しみな対戦カードになっております。はい、さあゲームの流れを作る鍵を握る第1マッチダブルスです。トップ乙女ピンポン名古屋は鈴木リカ・ヤンハウンペア、日本生命レッドエルフはユーモンユ・チョンジヒペアということになります。現在、トップ名古屋のこの2人のペアは5連勝中という好調なペアですね。はい、昨日の試合も圧勝でしたからね。はい、ここで、トップ名古屋は勢いをつけたいところです。そうですね、このペアの特徴として、ダブルスの一つの鉄則である本当に粘りですね、相手より1本多く返すというプレーが本当にできるペアなんですね。でそれに加えて、ヤン選手の巻き込みサーブからの鈴木選手のバックハンドドライブって時々も目の覚めるような一つのパターンというものがありますので、それをいかに出していけるかというところだと思います。そうですね、ダブルスでは5連勝中です、この2人のペアです。さあそれに対するのが、これ開幕戦以来のペアということになりますね。はい、ユモンユチョンジヒペアです。本当にこの試合のためにね、今日9時半に空港に着いたっておっしゃってました、ね、はい、でもそれだけ、このトップペアに勝つためには、ユーモンユ選手の力が必要だということですよね。やはりこのペアはですね、相手よりも一つ一つの技術を質で上回れるかどうかというところが、ポイントになってくると思います。やはり長く組んでるのは、トップペアですので、なかなかその、長さというところではちょっと不利かもしれないですが、やはりでも実力のある2選手ですので、いい試合が見れると思います。そしてトップ名古屋は鈴木とヤン、これはもうコンビネーションが一つ武器ですからね。そうですね、さあ鍵を握るというこのダブルスです。3ゲームスマッチなので手足が勝負ですね。手前が日本生命レッドエルフユモンユチョンジヒペア、そして画面の奥がヤンハン鈴木リカペアです。まず最初のポイントはトップ名古屋です。ユモンユのサーブ、ここはレッドです。ネットに当たって向こう側に落ちました。レッドやり直しになります。長めのサーブ返していきましたが、ここはポイントは日本生命です。日生ペアはですね、ユーモンユ選手がコースをついて、チョンジヒ選手が足を使ってですね、ダイナミックに攻めてくるというような感じで組み立ててくると思いますね。なるほど、ここもダイナミックな、プレーが出ました、バックハンド。開幕戦以来のこのペアになります。オーバーになりました。ポイント日本生命、質が高いですね、ユーモンユ選手のバックドライブ。世界ランキング52位のユーモンユ、ここは厳しいコースをついていきました。トップ名古屋です。今みたいに、台上から攻めていきたいトップペアと、打ち合いに持っていきたい日生ペアという感じですかね。はい、サーブはチョンジヒ、ここはユーモンユのバックハンドでした。バックハンド強いですね、ユーモンユ選手。今朝の9時半に中部国際空港に到着したということで、本当にこう強行スケジュールといいますか、時差ボケも、もしかしたらあるかもしれませんけども。そうですよね、
集中していると思いますね。村上監督もダブルスで勝ちたいんで呼んだというような、ね、はい、ことも話していました。ここはストップレシーブはミスになりました。ユモンユです。5-3 です。ここは確認をします。やっぱり2人の連携というのが非常に大事ですからね。そうですね、やはり久々の、試合だと思いますので、確認しながら最初は進んでいくと思いますね。そしてポイントにつなげました。得意な展開に持ってきたという形ですかね、はい、そうですね。ここまでユモンユはダブルスは1勝2敗という成績です。さあここで点差4点に広がりました。トップ名古屋の鈴木ヤンはまだここまで3ポイントですがどうでしょう。そうですね、うん、やはりちょっと先に質のいいボールをこう出されてますね、今のレシーブからですね、はい、なので、そうですね、特徴として、うん、あのミスをしないっていうのが売りなんですけども、やはりあの時にはねレシーブからもあの攻めるようなもうちょっと攻めの姿勢っていうものを出していかないと、うん、相手に安心して攻め込まれてしまうっていうのが一番怖いですね、はいはい、両チームの得点の合計が6の倍数になった時にタオルを取ることができます。トップ名古屋が1点を返して 8-4 です。トップの応酬、バックハンド最後、うん、オーバーミスになりました。今のはいかがですか。はい、今のはヤン選手が少し打点を上げましたね、うん、はい、いい攻めだったと思います。確認してますね、うん、ですね、やはり久しぶりというのもあるんでしょうね、はい、チョンジヒは昨日は日本ペンキマネッツオジオをシングルスで破っています。今のもネットインでね難しいボールだったんですけど、本当にボンミスが少ないというか確実に台に入れていきますね。ここで3連続ポイントです。トップ名古屋点差2点。サーブは鈴木か、うん、あ、3球目攻撃決まりました、はい、今のような狙っていくプレーをねやっぱり見せていきたいと思いますね、うん、タイムアウトです。早い、両チーム一つのマッチで1回ずつタイムアウトを取ることができますが、これタイムアウトを使ってきましたね。はい、やはりあのリードを少ししてましたからね、ミッセイペアは、はい、この1セット目を1ゲーム目ですね、うん、もう何が何でも取りたいという思いでしょうね、はいはい、この野島 T リーグは4つのマッチで行われますが、第1マッチのダブルスは3ゲーム2ゲーム先取ということになります、はい、ですからもうこのゲームを取った方が王手をかけるということになりますからね、はい、そうですね、うん、村上監督もあの理想としてはリードしている時に、うん、あのタイムアウトを取るというのが、はい、あの勝つ秘訣だということをよくおっしゃってますので。そうですか、はい、やっぱり早めのタイムアウトだったと思いますね。8-3 にしてから一気にトップ名古屋が4連続ポイントで1点差まで追い上げてきました。追い上げられた日本生命レッドエルフがタイムアウトです、うん、日本生命側は、長く打たしてから、うん、それを狙っていくような、作戦に出てくるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、はい、さあそれに対して同点に追いつけるかというトップ名古屋、はい、この1ゲーム目勝負ですね、はい、それはポイントは日本生命です。タイムアウトを取った日本生命レッドエルフ、これで 9-7。 さあサーブですね。このそうですね、うん、ナイスフリックレシーブですね。やはりここで強気なプレーというのが必要になると思いますね。追いすがります。先ほどは短いサーブを打ってきました。ユモンユ
ここ短いサーブ、ちょっと浮きましたね。もう一本強気でいってもよかったですけどね。なるほど、これですよね。はい、ちょっと大事に握ってしまいましたね。バックハンド決まって、これでゲームポイントを握りました。サーブはヤンハン、チキータでいく、ほらネットにかかって点ないんです。トップ名古屋ペアの一つ のパターンとして、はい、このヤン選手のサーブからの鈴木選手の3球目というのがありますので、はい、ここは思い切って攻めたいところです。チキータはオーバーミス、これで10オール。この今シーズンの野島 T リーグは最終ゲーム以外は11点先取です。したがって両方にゲームポイント。追いつきましたトップ名古屋。追いつかれた日本生命レッドエルフ。ああ最後はミスになりました。逆転でトップ乙女ピンポズ名古屋が第1ゲームを取りました。いやよく粘りましたね。はい、いや素晴らしかったです。また、はい、藤川監督もね、あの今のみたいな表情でした。ほっとしたような感じでした。本当です。この 1ゲームを選手したのは本当にトップ名古屋にとってはもう大きな、1ゲームですよね。これをよく鈴木が取ったんですよね。そうですね、よく取りましたね。はい、最後3連続ポイントで逆転でこの第1ゲームを取りました。はい、やはりちょっと序盤はですね、あの日生ペアの方が仕掛けが早くてですね、はい、少し後手に回ってしまったトップ名古屋ペアだったと思うんですが、後半のようにね、2ゲーム目も最初から少し仕掛けることが大事だと思います。はい、相手に安心して攻め込ませるとやはり質は高いですから、うん、はい、なかなかそれを狙っていくっていうプレーだけではね、厳しいものがありますので、はい、もう少し鈴木選手がね、思い切ったプレーを出していいと思いますね。はい、一方のチョンジヒユモンユペアはリードしたんですが逆転されました。はい、いやこの1ゲームは痛かったと思いますね。これで次のゲームをトップ名古屋が取ればこのマッチは勝利です。また受ける相手も変わってきますので、もう一度仕切り直しですよね。はい、鈴木理香のサーブ、はい、ラリーになった。これは残っているか、まだ続いています。あ、最後オーバーになりました。いや終わったかと思ったんですが、こういうこともあるんですね。今相手コートにまで戻りましたよね。気を取り直して、はい、鈴木理香、最後はオーバーミスになりました。ワンオール。一つ前のラリーで鈴木選手が思い切ったバックドライブを入れましたよね。はい、今あのように鈴木選手はどんどん、積極的に攻めていくべきですね。トップレシーブから、うん、鈴木のループドライブ、これは入ってない、入ってないですか。入ってないと思います。え、いや、これはどちらのポイントでしょうか。入ったんですかね。あ、日本生命のポイントです。あ、最後今ヤンハンは少し長めのレシーブで行ったんですが、よく対応しました日本生命レッドエルフ。鈴木理香のバックハンドから、いいですね、鈴木選手。やはり鈴木選手が攻めることでまたヤンハン選手のコース取りっていうのが生きてきますので、はい、はい、ループドライブ、最後ヤンハンのボールはオーバーミス。はい、今のは一つボール一つ分上げて攻めに出ていますのでいいミスだと思いますね。なるほど、そうですか。はい、攻めに行ってますね。さあ一方第一ゲームを落としています。村上康和総監督率います日本生命。
選手いいですね。今も台のギリギリのところでしたね、これです。はい、この後もそうですよね。はい、狙ってますね。さあこれで追いつきました。はい、日本生命追いつかれました。やはり左右のペアになってきますと、はい、左の選手がどれだけ、試合をの主導権を、ね、握っていけるかっていうところがポイントになるんですね。そうなんですか。はい、今あのチョンジヒ選手より鈴木選手の方がいいプレーしてますね。あ、今はチョンジヒ選手のプレーでした。はい、うん、よく返していきました。そうなんですね、左の選手が鍵を握るんですね。そうですね。ここで連続で2連続ポイント。さあここはついていきたいところですね、トップチームは。サーブはチョン・ジヒです。ここでループドライブ。あ、最後はオーバーですか。はい、今のはわざとゆっくりなボールを出して少し相手のミスを誘いましたね。あ、最後ストレートよく打っていきました。ノータッチで相手を抜いていきました。鈴木選手上がってきましたね。ここでストレートボールを打っていきます。素晴らしいコース取りです。さあこれで 5-8 です。はい、このゲームを取りますと第3ゲームは6オールから始まります。見せて、あ、ギリギリをついていきました。ヤンハウン、いかがでしたか。はい、今鈴木選手のバックドライブがちょっと深くというか、うん、ちょっとイレギュラーしたかなっていうようなボールでしたけど。そうですか。はい、でもすごく深く入ったんだと思いますね。ちょっとチョンジヒ選手が打ちあぐんだっていうような形ですね。うん、選手ちょっとレシーブ浮いたんですけどよくカバーしましたね。はい、ここはちょっとレシーブ強気でいってもいいと思いますけどね。1点差になりました。一時は3点差があったんですが、この第2ゲーム、いやー、ここは打ち抜いていきました。ストレート攻撃をストレートに返すという、かなりハイレベルな。あー、そうですか。はい、セブンナインです。鈴木のサーブ。さあこれでゲームポイントを握りました、ユモンユチョンジヒ。フリック見せていった。ナイスボールですね。そう、まだ分からないですね。もちろんトップ名古屋このゲームを取れば勝利です。日本生命は取って第3ゲームに持ち込めるか。あ、最後はオーバー、左に外れました。これで第2ゲームは日本生命レッドウルフユモンユチョンジヒペアが取りました。第1マッチダブルスは最終第3ゲームにもつれ込みます。いや、大接戦ですね。さっきの、 あの2ゲーム目はですね、はい、鈴木選手のフォア側に結構、攻めてきていましたね、はい、日本生命ペアは。
はい、やはりあのバックハンドが得意な鈴木選手ですので、そこからの展開をやらせないような作戦を取ってきてるんだと思いますね。なるほど、それがこのゲームを取った要因の一つですね。そうですね、はい、さあこれで第3ゲームということになります。シックスオールから始まります。はい、もう最初のもう2本勝負ですね、はい、2本勝負ですか。はい、この野島 T リーグ最終第3ゲーム、シングルスの場合は最終第5ゲームはシックスオールから始まります。なお第1第2ゲームはデュースはありませんでしたが、この最終ゲームになりますとデュースがあります。デュースになった場合は2点差を先取した方が勝利ということになります。はい、ここまで5連勝中のダブルス5連勝中の鈴木梨花ヤンハンペア、開幕戦以来のペアリングとなりますジョン・ジヒ・ユーモンユペア。さあ出足ですよ。シックスオールから始まる最終第3ゲーム、まずは日本生命のサーブ。ユーモンユのサーブ、このドライブはオーバーミス。まず最初のポイントは鈴木ヤンハンペア。ヤンハンレシーブでフリックミスでいきましたね。そうですね、1本取りましたので、うん、2本目は強気のレシーブができましたね。なるほど、はい、ここで一気にいけるかどうかってとこですね。ただダブルスはレシーバー側がまあ有利とも言われてますの で、 そうです、ね、はい、ここ日本生命はここで同点に追いつきたいですね、はい、やはり鈴木選手のフォアに来てますね、うん、はい、そこを読めるかどうかですね。さあここでトップ名古屋がタイムアウトです。次のポイントですね。はい、そうですね、どうですかね、ずっとフォアをついてきているので、はい、もう一本来るか、うん、もしかしたら見せ玉としてバックに来るか、うん、バック前にストップを行って相手につながせて、うん、こちらが先に日本生命ペアが先に攻める形を取るか、うん、ってとこですかね。なるほど、日本生命レゼルフのレシーブが鈴木のどちらが襲いていくかということですね。はい、鈴木選手もねフォアは警戒していると思いますので、はい、うん、でも分かっていてもですね、うん、やはりあのフォア側にはヤン選手もいるんですね、はい、なのでやっぱりそこで重ねるっていうのが一つの、うん、やっぱり崩すパターンになるんですよ、はい、はい、どうしてもあの視界にね鈴木選手が入ってくるので、うん、ヤン選手ってやっぱりヤン選手がちょっと見にくくなってしまうというか、はい、うん、はい、だから分かっていてもそこを攻めていくかってとこですよね。どっちで来るでしょうね。はい、ただこの2人はもうここまで5連勝している連携があります、はい、まあ、言葉もほとんど交わさなくてももうアイコンタクトで、ね、通じるんだというふうに、ね、そうですね、通じると言ってましたね、藤川監督が話していました、はい、信頼関係もバッチリだと思います。さあここは勝負どころです。両チームフォアに打っていった、ループドライブオーバーミス。これで鈴木梨花ヤンハンペアが9点。日本攻めは、ね、フォアにレシーブしていきましたね。そうですね、やはり徹底してますね。ただそれを上回りました。鈴木選手が思い切れるかどうかですね。この鈴木のレシーブですね、はい、バックハンドでいった。うわ、ナイスプレー、思わず両手を上げました藤川監督。これでマッチポイント、トップ名古屋。この高速の中で今シュート回転入れましたね。ああ、そうですか、素晴らしいです。さあ追い込まれたのは日本生命レッドエルフ。2点差です。今鈴木選手レシーバー良かったですね、うん、はい、ヤン選手もここはもう思い切りしかないですね、はい、さあ
サーブはトップ名古屋です。マッチポイントを握っています。ラリーをこれは日本生命が取りました。はい、追い上げます。勝てばダブルス6連勝。フリックミスでいった。さあ追いつきました。日本生命追いつきました。今もギリッギリの深いところに入りましたね。さあここからは2点差を先につけた方が勝利です。10オール。さあここで相手の予測しないことをできるかどうかですよね。はい、さあサーブは日本生命です。ユモユのサーブ、今よく落ち着いて返しましたね。落ち着け落ち着けというジェスチャーが見えました藤川監督です。はい、さあ今度は再びマッチポイント握りました。サーブは1回交代です。ヤハンチキータミスでいった。さあこれはオーバーミスになってトップ名古屋が取りました。第1マッチトップ乙女ピンポン名古屋鈴木ヤンハウンペア最終第3ゲームを制しました。ゲームカウント2対1第1マッチを取りました。やはり想像していた通りのもう大接戦でした ね、はい、そうですね。はい、鈴木選手が徹底したストレートの、コース取りっていうのをしていましたね。はい、はい、最後まで自分のやるべきことを貫き通したという形ですね。はい、素晴らしかったです。これでヤンハン鈴木リカペアはダブルス6連勝ということになりました。すごいですね。一番勝っているペアじゃないでしょうかね。はい、そうですね、そうなり、おそらくそうなりますね。一方の日本生命レッドエルフですが、ま、これね、このダブルスを取るためにこう日本に戻ってきたユモンユーと、はい、そしてチョンジヒのペアでしたが及びませんでした。そうですね、要所要所でやはり一つ一つの技術のレベルが高いなっていうところは見せてくれたんですけども ね、やはり最後はトップ名古屋チームの粘り勝ちといいますか、はい、はい、やっぱり長く組んでる分こちらの方が、うん、上回ったって形ですね。はい、はい、さあこれで第1マッチはトップ名古屋が取りました。どちらの監督も大事と言っていた第1マッチですが名古屋が取ってまず1勝です。第1マッチからいきなりフルゲームということで、はい、もう手に汗握る試合でした ね。はい、まあ、昨日もねトップ名古屋ビクトリーマッチまでもつれ込みましたので、今日も何やら激戦の予感がいたしま ます、ね。さあ第2マッチです。トップ乙女ピンポン名古屋は森田彩音、日本生命レッドエルフは森さくらという第2マッチになります。これもちょっと楽しみですね。そうですね、はい、4、5年ぶりの、はい、再戦だっていう、ね、うん、話でしたので、もう過去の自分よりも2人ともすごく成長していますので、はい、うん、はい、本当に初対戦、初顔合わせだって言っても過言ではないですね。その時の対戦、全日本ジュニアの時の対戦では森さくらが勝利を収めたというふうに聞いています。はい、さあまずは、森さくらです。ここまでシングルスは、10勝6敗ですね。はい、もう15戦中14戦の出場、はい、ということで本当に皆勤賞に近いですよ ね。昨日もスターシニーを破りましたかね。はい、もう激しい打ち合いでした。もう本当にいろんな意味でね、チームの主軸になっていると思います。彼女の活躍抜きにしてね、日本生命 の勝利は語れないんじゃないかなって思いますね。はい、はい、さあそれに対しますのは森田彩音です。はい、昨日は浜本を破りまして、はい、シングルス4勝目を挙げました。はい、
久しぶりのシングルスの勝利だったんじゃないでしょうか ね、うん、思いますね、はい、でもあのエリートアカデミー同士ということでね、はい、本当に譲れない戦いを制したといった感じでまた自信を取り戻したんじゃないかなと思います。5試合ぶりのシングルスの勝利だったんですね。あ、そうですよね。昨日の勝利ただ、まあ、ビクトリーマッチでは、ね、敗れたということになりました、はい、そうですね。まあ、あの森さくらは非常にパワーのあるプレイヤーですよね。はい、それに対して森田はどういうふうに挑んでいきますか。はい、やはりあのライジングを捉えるのがすごく上手な選手ですので、うん、パワー対速さといったところで、はい、あの全く違った、ね、戦型ですのでそこが見どころだと思いますね。さあ画面奥森田彩音のサーブで始まります。あ、まずいきなり森さくらはあの、うん、バックハンドかなり強烈なものを打っていこうという感じがしました。はい、でもまさか1本目から長いサーブ来ると思ってなかったっぽいですよね。なるほど、今のレシーブは。はい、さあこれはレシーブエースになりました。早速気合を入れます森さくらです。はい、まあ、森と言いますとね、こういって気持ちを前面に出すプレイヤーです。そうですね、彼女のファイトあるパフォーマンスっていうのは本当にプロ魂を感じますよね。さあここも森です。本当に見ていて元気をもらえるというかね、本当にそのプレーを見に行きたい、見に行きたいっていうファンもたくさんいると思いますね。また団体戦の中でもこういうのって大事ですよね。大事ですね、やっぱりあのチームを勝ちに導くというかね、はい、本当に勝てる雰囲気を作り上げてくれるような本当選手だと思います。はい、さあ3連続ポイント、はい、森です。そこは森田です。コース取りがいいですね、うん、今もバックサイドギリギリに入りました。ミドルにサーブを打っていって3球目決まりました。うん、今のようなライジングで捉えるのが本当に得意な選手です。うん、なのであの相手はね、攻めているつもりが倍返しを食らうっていう場面がね、はい、よく見られますね。ライジングというのは、はい、ボールがバウンドして上昇中に打つということですよね。はい、ですね、ワンテンポ早く打っていくわけですね。はい、今のもそうですね。攻めてるつもりが打たされてるというような、うん、はい、展開に。これですね、相手のボールの勢いも使えるわけですよね。そうですね、利用しているのがすごくうまいです。バックハンドの応酬は森田です。さあ、うん、森田が2点リードになりました。あっという間に逆転しましたね。はい、いや森田も結構気合が入ってる表情に見えましたね。はい、さあ森田が一気に5連続ポイント、 6-3 になりました。森田選手にとってはそんなにやりにくくない相手だと思いますね。うん、やはり森選手は力を出してくれますので、うん、ボールの勢いを利用しやすいと言いますか。はい、なので少し緩急をつけるとかの工夫が必要になってくると思いますね。4-6 です。緩急をつけることが森さくらにとっては大事。そうですね。バックハンドの打ち合いからストレートに打っていった森さくら。今少しバックハンドゆっくり出しましたね。その後のフォアドライブパワーですね。これゆっくり出しました。なるほど。これをパーでいく。はい、こうすることで森田選手が一つのタイミングではあの対応しきれなくなってきますね。サービスエースになりました。同点に追いついた。このサービスいかがですか。はい、よく切れていたと思います。うん、やはりあの森選手はですね、サービスもすごい多彩で、うん、あの一本一本回転るんじゃないかっていうぐらいの種類を持っていますので、はい、切れているというのはボールによく回転がかかっていると。はい、下回転、今横下回転の下が強かったですね。あ、さあしかしここで森田彩音、22歳の森田と23歳の森さくら。
うん、ナイスコースですね。どんなところが良かったですか。今バックミドルにドライブを入れていきました、はい、少し体勢が悪かったですね。森選手は森田選手の戦略として、ミドルをついてから両サイド大きく攻めるのか、うん、両サイドをついてからミドルを攻めていくのかっていう、うん、2つのパターンがあると思いますね、はい、ここで3連続ポイントで森田。長いサーブでいった。ロングサーブでいきましたね。やはり森選手は今みたいに大きくサーブを出して、はい、森田選手に打たせてからの作戦を取り入れていくと思いますね、うん、はい、ここは打ち抜いていきました森田。森さくらのフォアを打ち抜いていきました、はい、これ結構今森もつつき入れたんですけど ね、 そうですね、長くプルと呼んでたと思いますね。あ、そうですか、はい、一つ前の長いサービスありましたので。森田がゲームポイントを握りました。ここは台上でフリック、うん、この森さくらこういうところでこう気持ちで負けないところが大事になってきますね。そうですね。長いサービスできた。最後オーバーミス。この第1ゲームは森田彩音が取りました。今長いサービスにもよく対応しましたよね。下回転結構入ってたと思うんですが、はい、序盤でね、サーブレシーブミス出てたんですけども、もうすでに対応してますね。あ、そうですか、はい、森田選手はやはりボンミスも少ない選手ですので、はいはい、森選手が少しちょっとポロポロっとミスが続いてしまうと、うん、あっという間にちょっと挽回されていたり、うん、点数が離れたりってなってしまうんですね、うん、はい、なのでそこも少し見どころになってくると思いますね。さあ一方森はこの第1ゲームを落としました。はい、今後半長いサーブをたくさん多用したと思うんですけども、はい、このように自分から打つばかりじゃなくて、はい、森田選手に打たせてからの点、うん、展開っていうものをもっと取り入れてくると思います。そして自分が攻撃するときも少し緩急をつけて、うん、攻める必要がありますね。見ている側からしますと、その緩急とか変化をつければいいのになっていうふうに、卓球詳しくない人でも思うんですけども、はい、でもやはりこういい流れの時にこの変化をつけるというのはやっぱり難しいことなんですか。そうですね、やはり森田選手はかなり打点が速いというかライジングで捉えてくるので、うん、はい、まずその速さについていけてなかったら、ゆっくりなボールを出さされてるっていう展開になると、それは狙われてしまいますよね。あ、じゃあですから自分で主導権握って緩急をつけさせられるようになるんですね、はい、もうパワーのボールも出せるけどあえてっていうような形をどれだけ取っていけるかってとこですよね、うん、なるほど、今出しましたね。あ、ポイントになりました。あ、今ゆっくり出しましたね。パワーいけるけどあえてゆっくり出しましたね。これですね、はい、この次速いボール出されるとなかなか前後にやっぱり森田選手も攻められてしまいますので、うん、はい、ミスが出てきますね、はい、レッドやり直しです。第1ゲームは森田彩音が取りました。あ、ストレートで打って相手のオーバーミスを誘いました。あそこのコース入っていますね、森田選手ね、1ゲーム目のいいところでこの突き刺さるような攻撃が入りました。シングルスは先に3ゲーム取った方が勝利です。長いサーブでいった。サービスエースになりました。ここで森田が長いサーブを打ってきましたね、はい、森選手はですね、台上をつっつきして、うん、つつきレシーブして森田選手に打たせるっていう作戦を考えていると思いますので、うん、今みたいな長いサーブは有効ですよね。長いサーブを出せば森さくら選手が先に、うん、仕掛けてくれるので、うんうんうん、
自分のいいパターンに持ち込みやすいですよね。ただそれもそれだけを使っていたらダメなわけですね。そうですね。森田も回り込んでというね、はい、珍しいですね。レシーブから回り込むというのは、はい、なかなか見られない強気の現れですね。はい、決まっていればというところでしたがネットに当たってオーバーミス、はい、4-2 です。先ほどはロングサーブも見せました森田。今度はミドルに打っていく、はい、森田しっかり返しました。はい、コースでしたね。バックハンド、そしてフォア、少し逆モーション入ってますね。今ねクロスに来ると思ったと思います。なるほど、森田選手は長いサービス、森田がかなり仕掛けているというような印象です。はい、今のサーブは良かったですよね。あの巻き込みサーブとは逆の回転を入れての長いサーブでしたので、はい、森選手の不意をついたと思うんですが、3球目ちょっと攻めれなかったですね。ボールミスは減らしていきたいですね、森選手ね。今はバックハンド決めたかったですね。ここでねポロポロとミスをすると、はい、離されてしまいますね。森選手もあのパワーを出したいタイプなので、なかなかゆっくりを出そうとすると、うん、こう準備が遅くなったりするんですよね。はい、そうなんですよ。で、あの強く打たなきゃいけないボールなのに、うん、自分の準備がちょっと遅くなってしまったりとか、うん、はい、なかなかこう自分のリズムっていうのを調整していくのが大変だと思いますね。これ卓球の速いそのラリーというかボールのやり取りの中で、はい、その次は速いボールにしようとか、はい、次はちょっと緩急をつけようってどの段階で決めるんですか、この選手というのは。どの段階、そうですね、作戦の一つとしてもう頭に置いてますよね。このサーブを出してここに来たら、ちょっとゆっくりのループを入れようと、はいはい、それをどこのコースに持っていこう、うん、で相手が合わせに来たのが見えたらそれを狙うとか、うん、はい、っていうところになってきますよね。ちょっとある程度自分の中でシナリオを決めておくわけですか。はい、戦術は常に頭に置いてやってると思いますね。うん、ただそれがやっぱり自分はまあパワー系だとするとそのゆっくりの前に少しこう判断が遅くなったりっていうことがあり得るわけです。そうですね、はい、なるほど、うん、なので森田選手の作戦としては、うん、あの勇気を持ってね少し軽いボールとか混ぜるといいかもしれないですよね。セブンオールになりました。森さくらが3連続ポイント、バックハンドオーバーになりました。森さくらです。サービスエース森田、バックに長いサーブのあの印象が強いと思いますので、うん、森選手もね。ここは短いサーブ、3球目攻撃に行きましたが、マナーちょっともったいないミスですね。8オール、あー、ここはあちょっとエッジでしたかね。はい、この台の角に当たりましたので、はい、まあ、ラッキーな形というふうになります。そうですね、今のも本当だったら森選手、うん、攻めていたボールですよね。うん、あ、ここは仕留めに行った、いや久しぶりに森さくららしい展開でした。そうですね、はい、やっぱり思い切るところは思い切っていかないと、うん、はい、オール。ここに出していってドライブをかける森田、しかしオーバーミス。森さくらがゲームポイントを握りました。さあ森さくらが
第2ゲーム先にゲームポイントを握った。このゲームは森さくらが取りました。もう今の気迫を見ても、うん、本当に森選手ももう我慢して我慢して試合してるんだろうなっていうのを感じますよね、はい、本当にこの1ゲームを取ってちょっと楽になったと思います、はい、9点目の時はこう声は出さなかったんですが、はい、そこでこうグッとこらえて、はい、ゲームポイントの10点目そして先ほどの11点目で一気にね、そうですね、こう感情を表に出しました。はい、やはりなかなか自分のやりたいことだけを先行したらうまくいかない、はい、うん、試合になってますので、はい、もう森選手ももう我慢して我慢して試合してると思いますね。村上総監督が T リーグやってて一番成長した選手がこの森さくらだというふうに今日ね話をしてくれましたよね。はい、もう本当にチームの主軸となってるんじゃないかなと思います。はい、ですからもうシングルスで今5連勝中ということにね森さくらなりますから。5連勝中ですか、はい、すごいですね。もう本当に最後の競り合いではもう絶対気持ちでも負けないっていうのがね、うん、本当見ているこっちからも分かりますよね、うん、12月の、ね、試合で範囲に敗れたんですけども、その後の1月24日の試合ではビクトリーマッチで範囲を破ってますね、はい、しかもねラケットを、ね、いつもの自分のラケットじゃない、うん、違うラバーを使っての勝利でしたからね、世界初だって村上監督もおっしゃってましたね、うんうん、さあ第1ゲーム第2ゲームそれぞれ1つずつ取りました。ゲームカウント1対1第3ゲームです。バックハンドで攻める森田、しかしここは森が上回る。第2ゲームを取りました森さくら。ここもラリーになる、うまく緩急を使ってますね。こういうバック対バックあるいは長いラリーになると森さくらの方がやや有利に見えますね、はい、だいぶ森田選手の打球タイミングについてきてますよね森選手が。ここもそうですね、はい、3連続ポイント森さくら。この速さにね対応できるようになれば、うん、もうあとは森選手はもう自分のパワーボールでも対応できますし、はい、はい、いやよく今のも森さくら反応しました。はい、このライジングでのタイミングをだいぶ掴んでますね。はい、そうすると森田とすると何が大事ですか。はい、森田選手も打たれるの怖いですけども、うん、少しゆっくりなボールを出すことで自分の一番速いボールをもっと速く相手に感じさせることができると思います。はい、うん、ヘッドです。今よりもっと強くと思うと、はい、プレースタイルが崩れてくると思いますので、はい、ただそういったボールには多少リスクもね。そうですね、パワーありますからね、はい、もう見切った感じ。5連続ポイントです。はい、いやこのバックハンド強烈です。そうですね、2ゲーム目を取ってだいぶ精神的にも落ち着きましたよね、うん、森選手。ドライブ、あ、最後オーバーミスです。一方1ゲーム取りましたが2ゲーム目取られました森田。あとは森田選手もう少しカウンタープレーをですね、はい、ストレートコースについていくことができると、うん、森選手ももう少し待ちづらくなってくると思いますね。今の森田のレシーブどうでしたか。まあ、軽くこう少し上がるような形になりましたけども、あ、少し回転が分かってなかったんですかね。そうですか、はい、レッドです。一
非常にこうボールに回転かかりますので、今ネットに当たったボールがほとんど前に進みませんでした。そうでしたね。この攻防はやはり森に分があります。はい、今ストレートにいいタイミングで攻めたんですけど、うん、次を合わせてしまうんですよね。そこを連続攻撃、森田選手は行く必要がありますね。うん、1回仕掛けてその後も攻め続けられるか。はい、そうですね。はい、さあこれで森が3連続ポイント、 8-2 です。投げ上げサーブ、サービスエース、バックハンドで、ここも森です。一気にゲームポイント、5連続ポイントの後1点取られたからまた5連続ポイントです。うん、だいぶ余裕持たれてますね。このゲーム森さくらが取りました。これでゲームカウント2-1、森さくらがこのマッチ王手をかけています。今までの第1第2ゲームと打って変わって、打って変わりましたね。やはり森選手の精神的な余裕というのもあると思うんですが、はい、森田選手のライジングのタイミングっていうのをもう完全にもう対応しましたね。はい、もう見切っている感じです。ですので森田選手はそのライジングで捉えるときにですね、少し回転をかけないボールだったり、はい、少しこうミート系ですね、ミート系だったりこうブロック、はい、でちょっと球質を変えるっていうのも一つの方法かもしれないです。はい、まあ、もちろんそれでミスを誘えるかどうかわからないですが、そうすることで森選手は一つ、もう一つ対応しなきゃいけなくなりますね。はい、そこで入れてきた球を次ライジングでもう一つ回転をかけるっていう、森選手が緩急をつけて、ね、活路を見出したように、はい、森田選手も少しちょっと何か球質の変化かタイミングの変化と、はい、いうものを取り入れていかないといけないと思いますね。うん、ですから卓球はもうその相手に、まあ、読み合いもありますけども、対応今されてるのかされてないのかっていう、こうなんていうんですか、それゲームを読み解く力も必要ですよね。そうですね。さあ第3ゲームを取った森彩音、そして第1ゲームは取りましたが王手をかけられている森田彩音、森さくらと森田彩音、森さくらのサーブで始まります。第4ゲーム最初のポイント、森さくら、はい、今も飛ばさないドライブ入れてきましたね。まず立ち上がりは森さくらです。今チキータレシーブも初めていったと思うんですけども、ええ、動じなかったです ね、 ですね、森選手ね、森田がチキータレシーブ、はい、後がなくなっているのは森田、早いピッチで返していきました。難しいポイントは森さくら、もちろん森さくらとすればこのままの流れで一気に押し切りたいですね。そうですね、今みたいなゆっくりのボールですね、はい、森田選手も勇気を持って使っていく必要があると思います。うーん、オーバーミスを誘いました。今のはちょっと回転と合わなかったですか。そうですね、今のも攻めれたと思うんですけどね、はい、少し短かったですかね、この後ですね、はい、回転が残ってましたかね、森田選手のサーブのね、
まあ、卓球というのはそのボールの回転というのが一つの大きな鍵を握ります。はい、バックハンドオーバーです。まあ、自分相手が回転をかけてもちろん来たりしますけども、はい、自分の打ったボールの回転が残ってたりと、はい、いうこともあるわけですよね。ありますね。相手のレシーブで相手の回転を残してレシーブすることもできますので、はい、それが読み間違えると、はい、吹き上がったりあるいはネットにかかったり。そうですね。相手がどういうタッチでレシーブしたかっていうのを見てないとダメですね。うん、ラジオフリック見せていきましたが、森がしっかり対応。いや、ここもパワフルです。そうですね。森田がよく対応。このラリーは森田です。素晴らしかったですね。今2本ストレートコースつきました。はい。やっぱりこうストレートに打つっていうのは難しいんですか？そうですね、うん、相手のやっぱり力のあるボールですと、はい、押されてオーバーする可能性は高いですよね。はい、でもリスクを負ってでもそのような攻める姿勢っていうのは大事だと思います。やっぱり台の対角線の分の距離のあるクロスのボールとまっすぐでは、ね、はい、距離が違いますね。そうですね、相手もやっぱり対応反応する時間が短いですからね、ストレートとして。あー、なるほどなるほど、はい、さあここで一気に森田が連続で得点です。5-6。さあこれで森田が同点に追いつきました。今のサーブは良かったですね。長いサーブで行くかなと思ってたんですけど、ハーフロング出しました。森選手も長いサーブで待ってたと思うんですが、あ、はい、思わず前に、ね、行きましたもんね、はい、そうですね。さあ6オールになりました。今ゆっくり出しましたね。あ、うん、さあ森田が逆転、4連続ポイント。深い位置を打っていった森田、これで5連続ポイントで8-6です。なくなってきましたね。この長いボールを時折こうバックの押しで入れてきたんですね今、はい、あれちょっと緩急つけれてますね森田選手ね。うん、サービスエース。こういう、ね、気持ちの面からのボンミスっていうのが出てくると森田選手もかなり楽になってくると思います。そこまで追い込めるかですよね、はい、このゲーム取るまであと2点。最後オーバーミスでした。まあ、どこかで、ね、ストレートを入れてもいいかなと一瞬思ったんですが、はい、ゆっくりを出した後の攻めっていうのがね、うん、森田選手に必要ですね。うん、さあ森が追い上げます。タイムいかないですね。そうですね、行くかなと思ったんですが、さあ森が追いつきました。3連続ポイント。分からなくなりましたね。はい、まだ行かないですね、タイムアウト。そうですね、サービスエースになりました。これで森田がマッチ、ゲームポイントです。この逆回転のサーブですね、ま、巻き込みの反対の回転のサーブも効いてますので、はい、どちらを選択するかですね。
逆に森田もゲームポイントを握ります。これは森にとってはマッチポイント。ちょっと躊躇しましたね今3球目。森にとってはマッチポイントです。その森のサーブ、このゲーム取りました森さくら。先にゲームポイントを握られましたが逆転しました。これでゲームカウント3対1、日本生命レッドエルフがこのマッチを取りました。マッチカウント1対1です。いや最後森さくらの粘りがありました。そうですね、最後森田選手は思い切ってレシーブいったんですけども、その一つ前ですね、一つ前の3球目攻撃1本リードしてますから、もうミスしてもいいと思って思い切って攻撃行くべきでしたよね。そうですか。やはりちょっと躊躇した感じが見受けられましたね。これで森さくらはシングルス6連勝です。うわ素晴らしいですね。やっぱり勝負強いですよ ね。さあこれでマッチカウント1対1ということで並びました。はい、いや今日は本当に一方的なゲームというのはないですね。そうですね、はい、ご覧のように第1マッチはトップ名古屋、第2マッチは日本生命ということでマッチカウント1対1となっています。はい、さあそれでは前半のハイライトをご覧いただきましょう。現在3位のトップ名古屋と現在首位を走ります日本生命レッドエルフの一戦です。第一マッチは鈴木梨花ペア対鈴木梨花ヤンハムペア対チョンジヒユモンユペアです。まあ、これ本当に接戦になりましたね。はい、この1ゲーム目を取ったのは本当に大きかったですね。最後鈴木選手のファインプレーですね。はい、我がのボールをよく返しました。まあ、ユモンユチョンジヒペアは開幕戦以来の、ね、ペアということでしたけども、はい、ただね第2ゲーム取りましたよね。そうですね、やはり一つ一つ の技術の質が高いっていうのは、何回も見れましたよね。ただ最後第3ゲームを鈴木梨花ヤンハムペアが取りまして、はい、トップ名古屋がまず第1マッチを取りました。そして第2マッチは森田彩音対森さくらという一戦でした。はい、1ゲーム目はですね、森田選手のタイミングになかなか苦しんだんですけども、はい、やはり2ゲーム目を接戦、このね、もう気迫から見ても分かるように2ゲーム目を取ったのがやっぱり森選手大きかったですよね。そして第3ゲームは11対2というね、はい、圧倒的な森さくらでした。はい、かなりタイミングも慣れてきて余裕を持てたゲームだったと思います。最後第4ゲームゲームポイントを握られたんですがそこから逆転、森さくらがゲームカウント3対1で森田を破りました。やはり勝負強さが勝った試合でしたね森選手の。Tリーグでねもうほぼ皆勤賞という中で経験を積んできた森さくらが勝利を収めています。いや今日は本当に第1マッチ第2マッチとも接戦で手に汗握る展開です。昨日は723人が訪れました愛西市浸水公園体育館です。さあ、この野島 T リーグですが今シーズンのプレーオフファイナルの日程です。3月14日の土曜日に両国国技館で行われます。第1試合が男子のレギュラーシーズン1位対2位そして女子ということになります。まあ、いよいよね、プレーオフファイナルも見据えてという戦いになってきます。そうですね、後半戦にね差し掛かってきましたからね。もう残り6試合ですからね今日含めて。さあそれではその野島 T リーグの、順位表を見てみましょう。はい、男子がご覧のように、上位3チームがね非常に接戦になっています。ひしめき合ってます ね。 そうですね、混戦です。そして女子もですね、まあ、昨日に攻防戦木下ベルとそしてトップ名古屋の、試合があったわけですがこれは本当2位争い分かりませんね。そうですね、もう2位が射程圏内に入ってきてると思うんですが、ね、でも藤川監督の、ね、お話だと本当にそこは全く意識をしないで、本当に最後まで精一杯戦って終わってみれば、順位がねついてこればいいんじゃないかっていうようなお話をされていましたよね。名古屋にとっては最終戦もね木下ベル神奈川との一戦ですから。最終戦なんですか、はい、その時どうなっているかというのがね、そうですね、非常に楽しみですし、はい、そしてトップ名古屋にとっては日本生命との試合があと今日を含めて
3試合あ日本生命とか3試合ですね、はい、でそれこのカードをトップ名古屋にとっては勝ち点を積み重ねられるかが大きな鍵になります。そうですね、ついていくためにはね、はい、今日は絶対に勝ちたい試合ですね。来週からはねまたトップ選手が続々と戻ってくると思いますのでね、はい、はい、本当に今日の試合っていうのは重要な試合になってくると思いますね。まあ、日本生命レッドウルフにとってはもちろんこの場所を独走してプレーオフファイナル勝利を収めたいところです。さあそして野島 T リーグシーズンの後はいよいよ東京オリンピックが迫ってまいります。なんかもういよいよっていう感じが年明けからしてきましたね。そうですね、やはりなんといっても日本のエース、うん、伊藤美誠選手と張本智和選手が、はい、もうどこまで中国選手に肉薄できるかっていうところが本当楽しみですね、やはり2人はエースですけども、はい、まだ10代ですから ね、まあ、彼たちにとっては本当に東京オリンピックは通過点にしか過ぎないと思うんですよね、はい、ですので本当に応援を勢いに変えて真っ向からぶつかっていってほしいなって思いますね。東京オリンピック代表候補選手は今画面に表示されております、ご覧のようになっております。男子張本、丹羽、水谷、そして女子は伊藤、石川、平野ということになっております。それと、はい、きっとあの水谷選手はね、うん、最後のオリンピックになってくると思うんですよね、うん、はい、もう卓球人生の集大成をかけた本当に見ている私たちがね、うん、涙するような戦いぶりをしてくれるんじゃないかなって、きっと見せてくれるんじゃないかなって思ってます。はい、はい、今日はたくさんの方が会場に訪れています。この愛西市親水公園体育館です。今日ですね、あの実はあの1971年の第31回の世界選手権の時のメンバーの皆さんもね来てるんですね。今画面の奥のお三方、本当ですね、私の大学、愛知工業大学なんですけども、あの大先輩お二方映ってますね。あ、そうですか。はい、あ、そうですね、はい、こちらの皆さん、はい、高島さんですね、まあ、ミスターカットマンというふうに、ね、いう異名も持っておりました。はい、まあ、ピンポン外交の、ね、名で知られますが、この、第31回世界選手権のメンバー、まあ、この開催地が名古屋だったということもありますが、はい、まあ、あの本当にそれからもう40年以上ですね、やっているわけですが、今度は東京オリンピックですから。そうですね、うん、今日はこのような、ね、偉大な方々の前で本当に試合ができることをね、はい、本当に喜びに変えて、あのみんなもいいプレーしてほしいなと思います ね、はい、昨日は723人の観客でした、そして今日は、ね、それにも増して多くの方がこの会場に足を運んでいます。今日はですね、あの臨時で席も用を増やしてですね、対応されたそうですよ。そのようですね、やはりホームゲーム最後ですから ね、はい、みんな応援に駆けつけてくれましたね。そしてあのやはり若い、ね、選手たちも次のオリンピックを目指す若い選手も、はい、もちろんいますので、はい、まあ、この T リーグが一つあるこの良さというのは、まあ、海外の、ね、トップレベルの選手たちと日本の舞台で戦えるというね。そうですね、海外に行かなくても素晴らしい経験を積ませてもらえるっていうのが、うん、本当にいいところですよね。まあ、あの今日解説の西井さんは、ね、ドイツのブンデスリーガーに、行かれたこともありまして、まあ、当時はもちろん、ね、海外の選手と当たるってそういうふうに留学でもしないとなかなかできないですよね。でも本当にあの町のみんなが自分を応援してくれて、うん、本当になんか、まあ、ステータスを感じたと言いますか、うん、プロ魂を育てていただいたなっていう。あ、それはドイツでのご経験なんですね。はい、そうですね、記憶がありますね。なので今出てる T リーガーのみんなも、うん、そういう力というものもね育ててもらってるんじゃないでしょうかね、この T リーグで。そうですね、はい、まあ、このね応援団を組んで自分たち応援してくれているわけですからね。そうですね。さあ今日のゲーム、これから第3マッチが行われます。いや、第3マッチも本当に楽しみな一戦になりました。トップ乙女ピンポンズ名古屋は井出沢京香が登場です。ここまでシングルス、2勝2敗というまず井出沢です。昨日は長崎美優との接戦だったんですが惜しくも敗れました。そうですね、マッチポイントを握っていながらの敗戦でしたのでね、うん、本当に悔しい思いをしたと思います。
今日はその思いをぶつけてくれるんじゃないでしょうか。さあその井出沢と相対しますのが、はい、T リーグで初めてシングルス出場になりますね、うん、赤江香穂です。はい、なんと15歳、はい、中学生ですね。村上監督もね、伸び伸びと試合やってくれればいいっていうことをね、うん、おっしゃってましたよね。あのダブルスは前田選手と組んで、はい、3戦連勝全勝ですね、はい、負けなしですね。はい、本当そのプレーを見ていても何も臆することなくね、うん、本当に素晴らしいプレーをしてるんですよね。なのであの思い切った若い力をしっかり十分に発揮してくれるんじゃないかなと思います。さあ改めてご紹介しましょう。こちらが赤江香穂です。15歳、兵庫県出身、世界ランキングは現在295位です。中学生ですが、まあ、プレースタイルはシェイク裏裏ドライブ型ということになりますが、これシングルスで戦うプレースタイルとダブルスでのプレースタイルってまたちょっと変わるんですかね。やっぱりそうですね、ちょっと変わってくると思いますね、それとあと対戦相手がですね、あの出沢選手といって実攻撃型ですので、はい、なかなか自分の卓球を貫こうと思っても、うん、そうさせてくれない相手なんですよね、はい、はい、だからね、順応の速さっていうのも、はい、若さの一つにあると思いますので、そこに期待したいと思いますね。こちらが井出沢です。井出沢はシェイク質攻撃型ですから、はい、これ改めてどんなタイプか教えてもらえますか。はい、フォア面に表ソフトを貼っていて、はい、バック面に、1枚ラバーのイボダカ、粒ダカ、粒の高いラバーを、使用していますね、はいはい、ですのでまず表ソフトの特性というのがまずありますよね、はい、そうですね、表ソフトはあのスマッシュが、はい、やりやすいラバーになってきます、うん、で異質あのイボダカの方というのは変化が大きいラバーですので、はい、もう本当に見ていてもあのゆっくり飛ぶボールと突き刺さるようなボールと、うん、緩急が本当に見ている皆さんも分かるぐらい、うん、はいはい、変化がしていると思いますので、はい、その辺も楽しんでいただけたらなと思いますね。まず赤江のサーブでポイントを取りました。赤江が連続ポイントです、はい、Tリーグ初のシングルス一度対戦していると言ってましたよね。あ、そうですね、はい、この2人は、昨年9月の世界ジュニアの、選考会で対戦していまして、その時は井出沢がゲームカウント3対1で勝っています、はい、17歳の井出沢、あ、ここはスマッシュ打っていきました、うん、2オールです。出沢選手のフォアハンドスマッシュっていうのも本当にシャープなスイングしていて、うん、あの実はフォアハンドのスマッシュがあの対戦している相手は嫌なんじゃないかなと思いますね、はい、昨日も長崎に対してね、はい、フォア効いてましたもんね。そうですね、ですので最後本当に接戦になった時に相手が予測しない回り込みのスマッシュっていうのも見てみたいですよね、うん、はい、3オールです。ここも井出沢のバック面でのバックハンドでしたが、はい、ネットにかかりました。赤江のバックハンド、少しドライブをかける、最後ここは井出沢が勝りました。これバック面でのその今反転しました ね、反転してますね。今打ってる途中で変わりましたよね。今反転しましたね。スローじゃなきゃ分からなかったです ね、あの昨日も時折その変えてた、はい、目を変えてたんですが、はい、気づかないですね、うん、でもやはりボールの球質がすごく上がったので、はいはい、もしかしたらと思いましたが、はい、つまり、黒い面のバック面ですと、はい、その粒高ですので早く強い球はあまり出ない、ね、ということですよね。失速したボールが出やすいですね。でそれに対してそれに比べれば、フォアの赤い面表ソフトの方が井出沢はスピードが出る。そうですね、弾きがいいラバーですので、はい、それを使い分ける、しかもバックハンドの応酬の時に変わってる。すごいですね。あれフォアに来たらどうするんですかね。フォア側いつぼだかで打つ、打つんですかね。そうすると勢いが出なくなったりもしますが、ね、でももうその辺も全部目視していけるんでしょうね、井出沢選手は。さ
さあここはシックソウル一方対します赤江のここまでどうですか。はい、いいと思います。バックハンドで緩急をしっかりつけれていますよね。はい、なんでいかにあの軽いボールを出して自分のスピードボールですね、はい、をバックに打って相手のネットミスを誘っていくというようなあの戦術が立てれるといいですよね。ここはイデサーのフォアをノータッチで抜いていきました。いや、この力強さ、そうなんですよ、フォアハンド本当にいいんですよね。ダブルスでもよく決まってました。セブンオール、こちらもですから赤江のパワフルなプレーとイデサーのこの椅子攻撃というタイプの違う戦いですね。はい、バックハンドを受けました。セブンエイト、サーブミスになりました。井出さん珍しいですね。やはり精神的にはね、井出さん選手受けて立つと、赤江選手の勢いを止めれなくなってきますのでね。はい、2つ続けて、やはり卓球はねメンタルが本当に前に出てしまうスポーツですので、はい、はい、井出沢選手も勝っていかなきゃダメですよね。先にゲームポイントを握りました赤江です。長いサーブでいってオーバーミス誘いました。第一ゲームを取ったのは赤江佳穂です。ご覧の通り、ただこのゲームは最後は4連続ポイントでこのゲームを取りました。赤井選手嫌がってないですね、バックつぶ、つぶだかの、ね、はい、ボールをですね。やはりあの井出沢選手のようなあのプレースタイル の, あの選手は、その椅子クロバーの方を狙われてしまうと、本当に苦しくなってくるんですよね。実は そこで相手を崩したいところなのに、そこをあの難なく、ね、返されて、逆に狙われてしまうと、自分はもう攻めなきゃいけない、攻め急がなきゃいけないというような、本当精神的に追い込まれていくんですよね。そうなんですね。はい、なので途中でやったね、あのラケットを持ち替えて、はい、表ソフトで弾くプレーだったりとか、早い段階で回り込みをちょっと入れてみるとか、はい、相手が余裕を持ってね、あの椅子のラバーに対応してこないように、はい、相手に時間を与えないような戦いをしないといけないですね。なるほど。はい、やっぱり受けて立つと絶対苦しくなってきますのでね。はい、はい、さあ第1ゲームは15歳赤江が取りました。さあ第2ゲーム始まります。手前が井出沢強化、奥が赤江です。そうですかね。長いサーブでいった、しかし返せません。サーブを使ってきます、はい、これはサーブミスです。やはり長いサーブをたくさん使うと思いますね赤井選手は、はいはい、短いサーブを出すとやはり変化が大きくなりますので、最後フォアで狙っていったんですが、オーバーです。今少し回り込んで仕掛ける姿勢を見せましたね井出沢選手、うん、サーブの位置を少し変えます。いやここは赤江の強烈なフォアでした。思い切ってますね、今出るか出ないかの難しいボールだったんですが、レシーブ攻撃仕留めました。これですね、はい、あのダブルスでもですねこのプレーすごい決まってるんですよ、はい、緊張した場面でやはりサーブ出ること多いですので、本当に思い切ったプレーができますね。相手のフォアを抜いていきました。赤江カーブ入れましたね。いや強烈。さあこれで 5-2。 そうですね、やはりロングサーブ使ってきますよね。そうですね、はい、やはりあの単調なサーブを出されると、うん、なかなか変化を作るのが難しいダバーですので、うん、はい、3球目を狙いやすくなると言いますかね。
井出沢サーブミスです。やはり冷静そうな顔をしていますが、中は違うのかもしれないですね、井出沢選手。2本目ですもんね、サーブミス。ここは井出沢です。思い切っていきましたが、ネットです。今ミスをしましたけども、攻撃だったと思いますね。狙いにいってますよね、完全に。サーブセースになりました。今のサーブは、はい、少し横下がかかってましたかね。ちょっと井出沢選手行き過ぎた感じですかね、横回転で内側に来たのが。はい、逆に井出沢のサービスエース。あ、本当にこの卓球はあのサービスの長さであったり、コースであったり、そして回転と、はい、いろんな要素の読み合いというか仕掛け合いというのがありますよね。あ、2本でシーブミスしましたね今。さあこれで井出沢に流れが来るか。ここで一気に流れをつかみたいですね、井出沢選手。あ、ギリギリ。あ、最後オーバーミス。健やかい選手もタイミング合わせましたね、今ネットインのボール。サービスミスになりました、赤江です。流れはね、力入ってますね。さあ勝負に出れるかですね、ここで。ここは井出沢、バックハンドが効きました。中井選手良かったと思いますよ。ここは回り込んでフォアだったんですよね。思い切ってますね。思い切ってます、本当に中井選手。いや、2つ続けて井出沢がこのバックの応酬を制しました。ゲームポイント。ただバックハンド打ってるように見えるんですが、井出沢選手は、ね、コースをしっかりついてますね。バックとミドルとこう1本ずつ振り分けてますので。そうですか。やはり赤井選手にミスが出ますね。第2ゲームは井出沢です。これでゲームカウント1対1、井出沢がイーブンに持ち込みました。はい、このセット取って少しは楽に、精神的に楽になるんじゃないでしょうか。まあ、それぞれにちょっとミスも出る中でという第2ゲームでしたが、はい、もうサーブミスこんなにねお互いするなんて本当に力入ってるんだろうなと思いますね。赤井選手は本当にね勝ちたい、勝つチャンスがあるんじゃないかと思ってるだろうし、はい、井出沢選手は負けられない一戦だと思ってるだろうし、はい、そこをねなんとかコントロールできるようにね、はい、持っていってもらいたいですね。卓球は力強さというか、まあ、その中に繊細さもおそらく、ね、これ必要な競技ですから、はい、このメンタルとそのコントロールってどういうことが大事なんですか、冷静さとその熱さを。そうですね、やはりあの力が入ってくるといつもの手の感覚じゃなくなってくるんですよ、はい、なので本当は柔らかく当てなきゃいけない、あの時にちょっと強く、はい、入ってしまったりだとかでミスにつながってしまうので、あの確実に短く止めなきゃいけないのが出てしまったりとか、それはサーブに関してもそうなんですけども、はい、もう本当に気持ちとこの手は別物じゃないと、ああそうですか。そうですね。へえ、そうなんですね。さあいきなりバックハンドの応酬。井出沢選手はバックに詰める作戦ですかね、で赤井選手に回り込みをさせる、詰まらせるっていう展開を考えているんじゃないでしょうか。でもそこを赤井選手は上手に緩急つけてるんですよね。バックハンドでなかなかパワーボールっていうのは出せないさそうですけども、
ゆっくりのボール上手に使ってますので、はい、出沢選手もやりにくいんだと思います。ここは出沢の3球目決まりました、チキータ見せていった赤江、井出沢選手もですね、ゆっくりのボールを使ってきたときに思い切って回り込んでね、フォアハンドをスマッシュ打っていってもいいんじゃないかなと思うんですが、なかなかそういう場面はないですね。なかなかそういうプレーをしないですよね。今フォアが出ました、はい、長いサーブでいって、しかしこれはミス、赤井選手の方がそのようなプレーをね、今どんどんしていってるような感じですよね。回り込んで狙っていってますよね。ここはネットに当たってラッキーな形になりました。第1ゲームは赤江、第2ゲームは井出沢。ボールです。いや、しかし赤井も井出沢のストレートのボールによく反応してますよね。ついていってますよね。なかなか崩れないですね。5オールです。回り込んで対応している赤江、ストレートに打っていきました。しかし出沢です。右左でしたね今のも。ですね、確かに赤江の方が回り込みはよく使っています、はい、日本生命はこう回り込みをこのフォアというのは、はい、結構ちょっと特に赤江もできるようになってきていると、そうですね、やはり最後決定打はフォアの方がパワー出せますからね、はい、森選手もねバックハンドパワーありますが、さらにフォアの方がありますもんね。はい、コーチも非常にそれに強い方がね今入ってらっしゃる。それはチョン・ジヒ選手のね。そうですね、はい、リジェサーはまだやはりあまり見せてこないという形になってますが、そうですね、あ、これオーバーです、はい、リジェサー選手はですね、ラリーにめっぽう強い選手ですのでね、はい、はい、なので本当最後の最後で仕掛けができるかっていうところで、はい、サイデサーが2ポイントリード、回り込んで赤井が対応、再びバックハンドの応酬、いや、この第3ゲームはこういった攻防が本当によくあります。そうですね、これでもこの攻防がどちらにが有利かっていうのはちょっと言えないような状況ですね。ただこう人単なるバックハンドの応酬じゃなくて、こういろんな駆け引きが見えますね。そうですね、出沢選手も今みたいに自分から仕掛けるこうバックハンドだったらいいんですが、赤井選手がやってきたことにこう返すだけのバックハンドになっているときはちょっと苦しいラリーになってますよね。さあ、これで出沢がゲームポイント。も食らいつきます、いや、ずっとこのような展開になっています。そうですね、ここでリードしていますから、本当にサーブ3球目とか狙っていってもいいんですけどね、出沢選手そのようなプレーが出てくるともっと力強さが出てくると思うんですが、
このゲーム井出沢が取りました。第3ゲーム11対8、井出沢が連続でゲームを取りまして、ゲームカウント2対1、勝利に王手をかけています。井出沢選手我慢してると思いますね、はい、ちょっとフォアハンドがいまいちね、うん、入っていないというか、まあ、狙えていないというか、やっぱフォアハンドスマッシュで決めに行こうとするときは、うん、ある程度予測とか準備が必要になってきますので、はいはい、今ラリーの中でもフォアハンドはやっとこう繋いでるというか、うん、入れてるような場面が多いですので、もう少しフォアハンドで攻めていけると楽になると思うんですが、うん、あのようなラリーだけの、ね、はい、展開にはなっていかないとは思うんですが、はい、赤井選手の方が要所要所で狙っていこうかっていうようなプレーがありますよね、うん、ただ赤井はなかなかそのポイントにはつながらないという、ね、そうですね、ところがありますが、はい、赤井にとってはどういうふうにこの第4ゲーム臨みましょうか。そうですね、やっぱりバック側に詰められていますので、うん、はい、このバック対バックのラリーがたくさん続いてしまうと、なかなか回り込みって思い切ってできないんですよね、はい、なのでちょっと早い段階で、うん、まあ、サーブ3球目入れてみるとか、うん、はい、仕掛けができるとまたいいと思いますね。さあ第4ゲームレッドです。井出沢のサーブです。チキータ見せた、うん、赤井がチキータでした、はい、いいレシーブでしたね。やはり上回転のボールを出すと変化が分かりやすいボールが飛んできますので、はいはい、ゆっくり、かなりゆっくり使いましたね。うん、さあこの第4ゲームの立ち上がりは赤井が2ポイント、さあ3連続ポイント。井出沢選手少しミドルを突かれてますね。そこを思い切ってフォアハンドでね、こう攻めに行くっていう姿勢もあっていいと思うんですが、うん、回り込んだ、ました、ただそれによく反応した赤井、はい、こういうプレーが出てこないと、うん、はい、なかなか苦しくなってくると思いますね。ようやく井出沢ポイントです。ワンフォー、井出沢のフォアですがオーバーミス。少しフォアハンド入ってないですね、井出沢選手、ね、はい、昨日はかなりこのフォアハンドが強烈に効いていたんですが、いや今井出沢がかなり厳しいところをついてきました、はい、そうですね、今バックハンドストレートちょっとシュート回転入れましたね、はいはい、横回転も加えて、そうですね、そしてフォア待ちができたっていう、やはりフォアハンドね、来てから打つんじゃなくて、うん、準備して予測を入れてじゃないと、はい、いいスマッシュ入っていかないですからね、うん、はい、とここでタイムアウトです。レッドエルフのタイムアウト、はい、やはりリードをしている段階でのタイムアウトですね。そうですね、はい、村上監督終始このスタイルです。まあね、この人はもう経験豊富な方ですからね、はい、もう百戦錬磨の、ね、うん、監督さんですので、はい、赤井選手にね、伸び伸びとやってくればいいよっていうね、うん、本当にどっしりと構えてくれる監督さんだと思いますね。特にね、こう15歳の赤井にとってはやっぱりこういう、ね、経験豊富な方の指導を受けられるっていうのも非常に大きいですよね。そうですね、
今長いサーブでいけよっていうようなジェスチャーが、ね、見られましたよね。あ、なるほど、はい、長いサーブから1本目直接ストレート、うん、もう1本目からストレートいけよっていうような、はい、ジェスチャーだったと思いますが、お互いねバックバックのラリーが苦しい、はい、苦しんでるというような形ですかね。うん、そうですね、うん、日本生命レッドウルフのタイムアウトでした。受けますね、やはりフォア行ってます。はい、そうですね、はい、先ほどはバックだったんですが、うん、全てフォアに飛んでいました。そうですね、うん、ここは入澤がストレートに打っていきました。タイムアウト後のね、うん、あの監督の指示通りにこうプレーができるっていうのもね、その選手の強みですよね。やはり実力があるんだと思いますね。回り込んでフォアでしたがネットにかかります。池澤です。今のも少し準備がやっぱり足りないですね。あ、選手そうですか、はい、少しどういうところですか。あのカットボール、いいカットボールが入って相手が突っつきする体勢になった、はい、もうカットボール入った時点でもう回り込み、はい、開始してもいいんですよね、はい、それがちょっと来てからになってるんですよね。さあロビング、あ、ここは仕留められなかった井出沢、よく粘った赤江です。いや、これ落ちてだいぶちょっとかバウンドが変わって、そうですね、うん、バックハンドの押しになると井出沢が取ります、はい、フォアハンドがやはり入ってないからフォアに持っていくのも怖いのかもしれないですね、うん、フォア側に来る可能性が高いですので、うん、思い切ってきましたね。さあこれで 9-6 です。これで赤江がゲームポイント。サービスエースです。いや、入れ差は今ストレートです。サービスして、追いつきたいですね、ここね。フォア打ち抜いていきました、井出沢、はい、今のような、ね、3球目のフォアハンドというのを、ね、うん、もう少しこう攻撃を見せていきたいですよね、うん、はい、フォアハンドでの攻撃を出すとまたあのバックの、ね、飛ばないボールが相手やがりますからね、うん、はいはい、サービスエース赤江、この第4ゲームを取りました。これでゲームカウント2対2、この第3マッチ最終5ゲームにもつれ込みます。村上監督の指示通りバックに長いサーブ徹底しましたね、最後ね。それによってサービスエースを生みました。さあこれで今日第1マッチに続く最終ゲームへもつれ込むという展開になりました。井出沢選手、やはりもう少しフォアハンドでね、うん、思い切って仕掛けていきたいところですよね、はい、バックハンドでもあの少し打球のタイミングを上げるとか、うん、あの全部同じ、ね、タイミングにならないこと、はい、これはすごく大事だと思います、はい、変化が、ね、なかなかつきにくい中でも、はい、自分であのカット性のボールを入れたりだとか、うん、はい、少しボール一つ分タイミングを上げるとか、はい、何か仕掛けをしないとフォアハンドにも結びついていかないですからね、はい、あとはバックに長いサーブ来た時にどうするかですね。一つのレシーブにならないことだとが重要だと思いますね。さあ最終第5ゲーム6オールから始まります。さあ手足勝負ですね。
サーブ。まず最初は変えです。やはり長いサーブできます。はい、きますね。ここでフォアでいく赤江。ネットに当たってオーバーミス。これで赤江が2ポイント先取。上手に緩急入れれてますね。あ、そうですか。はい、3球目攻撃。井出沢よかったと思いますよ。本当にどんどんフォアハンドで仕掛けていきたいところですよね、自信を持って。ちょっと入ってますね。さあ、これで赤江が9点目。ここでやはり相手が予測しないようなプレーですね、はい、思い切ってする必要があります。長いサーブ、フォアで打つ。行きましたけどね。しかしネットに当たってオーバー。入江沢のフォアでしたがアウト。さあ、これで赤江がマッチポイントを握りました。シングルス初勝利。井出さんも負けません。いいと思いますよ。もう行くしかないですね、井出さん選手。昨日も悔しい敗戦でした、そのリベンジなるか、シングルス初出場 T リーグ初勝利なるか。赤江、いやー、井出沢が粘ります。これで9点。最後まで思い切れるかですね。サーブは井出沢です。フォア、しかし粘る。まだ粘ります赤江。いやー、これで10オール。シビエルラリーは井出沢が制しました。これでデュース。すごいラリーでした。いやー、もう思いっきり打てないですよね、井出沢選手も。よく粘りましたね。さあ、これでこのゲームはデュースになります。2点差を先につけた方が勝利です。サーブは1回ずつになります。前後に揺さぶる。井出沢は今度はストレート。惜しい。最後の赤江のドライブがわずかに外れました。これで井出沢がマッチポイント。長いラリーになりました。惜しかったですね、今。ここで井出沢選手、昨日の自分を超えられるかですね、はい、昨日マッチポイントで握りながらも敗れました、もう思い切って。さあ、赤江は追いつけるか。最後はサービスエースだ。井出沢が逆転でこの最終第5ゲームを取りました。ゲームカウント3対2、接戦を制したのは井出沢です。これでマッチカウントは2対2、トップ名古屋が勝利に王手をかけました。もう嬉しいというよりはもうほっとしてると思いますね。そうこの症状からも、ねえ、ありますね、いや本当にここ、先週の森選手とのね、あの対戦ももう1ゲーム目、ゲームポイントを取っていながらも、10-5 からの逆転負けということで、でそこから2セット、
あの2ゲーム目3ゲーム目連取したので、うん、もしかしたら3対0で勝利する、うん、しかも出沢選手が勝っていたらチームが勝利したというような戦いでしたのでね、はい、昨日の試合もそうですよ ね、悔しさが残る、ね、はい、フルゲームでね2戦落としてたから本当に今日は何が何でも勝ちたかったと思いますね。まあ、表情は非常に、ね、クールではありますけども、はい、きっとねきっと心の中はもう、うん、はい、いや最後よく自分を信じてあそこまでフォア攻めれましたね、はい。まあ、一方敗れはしましたが赤谷花穂の、ね、15歳 T リーグシングルスデビューもいかがでした？はい、はい、もう本当に村上監督の言う通り、うん、伸び伸びとね、うん、思い切ったプレーをできたと思います。しかもですね、井出沢選手の異質のラバーを完全に攻略、はい、できてましたよ ね、そうですね、はい、最後あのジュースになって思い切ってね、うん、あの回り込んだボール良かったと思いますよ、入っていたら、赤井選手の勝利だったと思います、はい、胸を張っていいね、はい、戦いだったということですね、はい。さあ第4マッチです。トップ乙女ピンポンズ名古屋はヤンハウン、日本生命レッドエルフはチョンジヒ。第3マッチは初めてのこの顔合わせでしたが、第4マッチは、まあ、この2人というのはもう、お互いに手の内を知り尽くした中の一戦ということになります、ね、同じチーム同士ダブルスのパートナーということで、はい、あのプロツアーでも、ね、ダブルスで優勝してるっていうことですのでね、もう本当に常に行動を共にしている相手、うん、パートナーなんじゃないでしょうか、はい、本当にやりにくい中でも、はい、お互いをも知り尽くしてますので、うん、はい、もう超絶なラリーが、ね、期待できますね。今日の入場者数は643人というふうに、情報が届きました。まあ、今日すでに、ね、この3つのマッチですらもう観客の皆さん引き込まれているわけですが、はい、いや第4マッチどうなるでしょうか。はい、もう大接戦の連続ですね。さあまずは日本生命レッドエルフのチョンジヒです。この人は今世界ランキングが、16位ということですね。はい、あの世界ランキングから見たらチョンジヒ選手のがかなり、うん、あのランク上になると思うんですが、はい、やはり同士打ちとなったら、うん、あまりそこは関係ないと思いますね。なるほど、はい、プレーとしてはどんなところが持ち味でしょうか。プレーとしては、うん、はい、フットワークがとてもいい選手で、はいはい、村上監督の話ですと、うん、1年前から新しい中国の専属のコーチがついて、はいはい、回り込みをもうガン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 教えてって、はい、これが今ちょっと身となって現れてきてるんじゃないかと言ってました。昔のイメージですと、うん、ラリー型の選手だったんですが、うん、本当に今もうパワフルな卓球、回り込みをすごい見せてくる選手ですね。一方ヤンハウンはいかがですか。はい、ヤンハウン選手は本当に緻密な卓球をする選手です。ボンミスも少ないですし、はい、うん、はい、本当に見ていたら派手さはないんですけども、少しのタイミングの変化っていうのをね上手に使い分けてくる選手ですね。さあ第4マッチです。トップ名古屋が勝てば今日のゲームを制します。一方日本生命レッドエルフ取ればビクトリーマッチにもつれ込みます。いや、まずいきなり高速ラリーが出ました。もう待ってますよね、ヤン選手。すごいですね。もうきっともうこの振りだったらフォア、この振りだったらバックってもう構えから分かるんだと思いますね。あ、そうですか。はい、私も姉と試合したらそうでした。あ、そうですか。西井さんは姉妹で、全日本選手権3連覇というね、偉業を達成しましたが、やっぱりそういうもんですか。そういうもんですね。もうサーブの構えからもうこの回転というのも全部分かりますね。でそうなると どう戦うんですか。そうですね、まあ、ちょっといつもと違うタイミングで、はい、まあ、ちょっと姑息ですけども、私はいやいやいや、でもそうしないとだ、そうですね、いつもと違うタイミングでサーブを出してみたりとか、っていう工夫はよくしてました。でもそんなも呼ばれてますけどね。なるほど。ですのでやはりラリー対ラリー、どちらが我慢できるかっていうような展開になってくると思います。まずはチョンジヒが3-1、やはり今も見切ってるかのようなプレーですよね。コースがもうバレているというか、はい、はい、ここは返せませんでした。ヤンハウのポイント。中野監督もやはり 6-4 で
チョンジヒにニプがあるんじゃないかってことをおっしゃってましたよね、はい。まあ、世界ランキングで見てもチョンジヒの方が上です、はい。最後オーバーです。長いサーブでいった。これは最後エッジでしたかね。はい、今入りましたね。ヤンハン選手として見たらやはりいつもよりね少しリスクを負ってでも、うん、いやこのボールはつないでくるのになって相手が思うような少しリスクを負ったプレーっていうのが出せると互角になってくるんじゃないかなと思いますね、うん。さあヤンハンが追い上げます。ゲームカウント1対3で敗れましたヤンハン。ああヤンハンが台上でのプレーがありまして追いつきました。レシーブいいですよね。回転も全部分かってるといった感じです。うラリーを制したのはヤンです。4連続ポイント。精神的にはね、はい、ヤン選手の方が、まあ、気楽というか、はい、有利なんじゃないかなと思いますね。やはり負けられないとチョンジヒ選手は思ってると思いますし、うん、今のねマッチカウントもそうですからね。そうですね、はい。ですからまあ自力はチョン・ジヒの方があるかななんて思ってると逆にその、はい、まあその分その隙をつけるかもしれないですね。そうですね。おそらくヤンハンとしてはリードしてね、主導権を精神的な面でも奪っていきたいです、ね。1ゲーム目どうしても取りたいと思いますよ。はい、はい、やはり精神的に追い込んでどうかってとこですからね、うん、はい。ダブルスでは今日も勝ちまして連勝を重ねましたヤンハン。さあこのラリーチョンジヒです。セブンゴール。今のはいかがですか。はい、今は長い切れたレシーブをしたんですがちょっと詰まってしまいましたかね、うん、ヤン選手は。さあこれも追いつきます。思い切ったプレーね出していってほしいですね、うん、ヤン選手ね。レシーブも来るコース分かると思いますので、はい、長い間合い。さあヤンハンがリードを奪います。いやー第1ゲームから接戦です、うん。昨日日本ペイントマネツオジオを3対1で破りましたチョンジヒです。早いラリー、これはチョンジヒが勝ちます。選手の、ね、ミドルをつくのもいいんですけども少しね両サイドもあまりねフットワークのある
選手ではないですので、はい、ワイドに、ね、動かすのも一つだと思いますね。チョン・ジヒがですか、はい、いやかなり変化のあるサービスでした。これでヤンハウンが先にゲームポイント。まあ、来て3球目いってもいいですよね。このゲーム取りましたヤンハウン。第1ゲームは11対9、ヤンハウンがまずゲームカウント1対0としました。いやヤンにとっては大きな、そうですね、はい、この1ゲームを取ったことでだいぶ精神的に追い込んだと思いますね。そうですね、はい、最後3球目も仕掛けれましたからね、はい、はい、かなり回転のかかったトライを見せてきましたね、はい、チョン選手はちょっとやはり守っているというか最後甘い続きがちょっと入ってしまいましたよね。相手のフォアに続くレシーブにしてはちょっと置きに行ったかなというような感じでしたね。やはり精神的な部分は大きく左右していると思いますね。そうですか、はい、まあ、団体戦ですから本当にそのマッチカウントが今どういう状況で自分の番が回ってくるかというのもね、はい、ありますし、さあこれで精神的にはヤンが一つリード、はい、まあ、ただね3ゲーム選手ですからチョン・ジヒはこのゲーム大事ですね。画面の手前がヤンハウン、奥がチョン・ジヒです。ヤンハウンのサーブで決まります。最後これオーバーです。落ち着いてダブルストップいきましたね。だいぶヤン選手の方が精神的には有利ですね。ああそうですか、はい、サービスエース、こうなってくると、うん、はい、チャンスありますねヤン選手にも。投げ上げサーブ、3球目攻撃決まりました、うん、チョン・ジヒです。このバックハンド、うん、素晴らしい。いや今のはかなり回転かかっていました。そうですね、少しちょっと下回転というか入ってましたね、うん、横から入れたのでドライブに少しいいコースに入ったんですけどね、レシーブ。はい、来てますね。第一ゲームを取りましたヤンハウン。左右に振るヤンハウン、ただ対応しているチョン・ジヒ、最後この競り勝ちました。これぞ超絶ラリーですね、出ましたね。すごいです、フォア2、2本3本連続いったんじゃないですか、さっき続きですね。そしてヤンハウンが割とこう右に左に振ってますよね、はい、そうですね、ここはチョン・ジヒが取ります。やはりリードしているときに思い切ったレシーブっていうのがね、もう少しヤン選手できると、うん、もうちょっと話せるんですけどね。ストップレシーブ右に振った、
ここはネットに当たってラッキーな形、チョン・ジヒのポイントです。ボール返しましたね。ちょっと当たり損ないな感じですかね、ボールが。ラッキーなポイントです。3球目に行きましたがオーバー、5ボールです。まだなんかどちらもこう波に乗っている感じはしませんか。そうですね。サービスエースになりました。いかがですか。はい、少し、うん、力が入ってしまったんですかね。ちょっともったいないミスですね。夜半ですね。はい、ここでチョン・ジヒがリードを奪います。いや、今ヤンハオのレシーブどうだったでしょうか。はい、先ほどまでストップレシーブ中心で行っていたので、うん、チョン・ジヒ選手はそれを待っていたと思うんですが、軽くでしたけどもフリックレシーブ行けましたね、うん、本当はですね、リードした時にこのような、はい、少し相手に予測していないようなレシーブができると、うん、もう少し点差が出てくるんですけどね、うん、はい、それがもしリードしているところで行けばさらにこう主導権握れるわけですよね。レッドです。シックスオールになっています。最後ネットに当たってオーバーミス。少しチョン・ジヒ選手も焦ってますね。かなり焦り打ちな感じでしたね今の1本は。はい、このゲームを落とすとそうですね、かなり苦しくなります。アイサブも効いてますからね、ヤン選手は。よく対応している。しかしチョン・ジヒ最後はネット。これで 6-8 です。ヤンハウンが3連続ポイント。ここでヤンハウンはレシーブが積極的にいけるといいですね。はい、そうですね。もう一つ話したいところですよね。チョン・ジヒを追い上げられるか。ハンドでいった、うん、あー、いいですね。はい、チョン・ジヒ選手ちょっと焦ってますよね。少しタイミング早いですね、打ちに行くのが。そうですか、はい、もう少し引きつけてもいい。そうですね、もう少ししっかり動いてもいいですよね、はい、そんなに厳しいレシーブじゃなかったですからね、はい、あ、オーバーになりました。これでヤーハウンがゲームポイントを握ります。一気に5連続ポイント。これでまたストップレシーブというのが効いてきますからね。あ、なるほど、はい、もうそうなるとどっちで来るかね。そうですね、読みにくくなりますよね、はい。チョン・ジヒのポイント 10-7。 さあチョン・ジヒが追い上げます。ただヤンハンも攻めの姿勢は見えますね。ありますね。チョン選手今ちょっとゆっくりの回転の多いボールを出せましたね。今この何本かのラリー力がすごい入ってしまっていて、バックのドライブがですね、はい、全部一緒のタイミングの、球質になってしまっているというか、はい、ですのでもう少し軽いボール出してそれを、ね、ヤン選手
激しくは攻めてこないですからね、はい、その軽いボールを出して相手に飛ばさせたのを逆にカウンターで狙うとか、うん、何かそういうちょっと余裕のあるプレーっていうのがねもう少し出てこないと、うん、はい、結構苦しいですね。はい、タイムアウトになりました。タイムアウトはトップ名古屋ですね。あ、そうですね、はい、はい、まあ、これなんとしてもこのゲーム取りたいという。そうですね、次レシーブ、ね、そうですね、レシーブになりますね、はい、ここでどういくかですよね、はいはい、フリックレシーブでいくのか、うん、ストップでいくのかですね、うん、ストップで入った時に次攻めれるかですよね、ヤン選手が、はいはい、相手がもし待ってなかった場合につないできた球をもう思い切って攻めれるかっていうのも一つのポイントになりますね、うん、はい、どちらかというとそのバックハンドで行ったりフリックで行った方がつながりそうな、つながりそうですね、はい、そうですね、でも相手もそれを待ってるかもしれないし、さあどう受けるでしょうか。ヤンハンポーチョンジヒはストップで行った。3球目攻撃で行きました。行きましたね。あのチョンジ選手の作戦は横系のサービスを出して払わせるっていう、もう限定させる作戦ですね。さあ追いつけるか。フリックでいった。ありましたね。これで10オールです、うん、待ってましたね、払ってくるのはね。そうですか、はい、もうです、あそこなら、まあ、ストップできてもフリックできても限定できるみたいなイメージがあったんですかね。そうですかね、やっぱ一つ前にヤン選手仕掛けたかったですよね。あ、さあどちらもゲームポイント。オーバーミスになりました。ヤハンがサービスエースでこの第2ゲームも取りました。チョンジヒ追い上げましたが届きませんでした。バックハンドちょっと力入ってますね、チョンジヒ選手ね。たびたび空いたところがありますよね。そうですね、なんかあの力が入りすぎて球も走ってないですよね、はい、さっきからのこれですね、はい、やはり精神的にかなり、ね、追い込まれてるかもしれないですね。あの日本生命としてはこれ取って、はい、ゲームポイント1対1になればもうイーブンになれたというね、そうですね、精神的にも。さあ行って、そしてトップ名古屋はこれでこの次のゲームを取りますと、はい、今日の試合勝利ということになります。ヤン、はい、選手はですね、もうね、このようなチャンスってなかなかないですからね、はい、はい、もう何が何でも勝利掴みたいと思ってると思いますよ。トップ名古屋と日本生命レッドエルフ、今シーズンは4戦ここまで戦って、日本生命の3勝、トップ名古屋の1勝というデータです。はい、一つポイントとしてはやはりレシーブになってきますね、うん、相手の作戦変更より先にこちらが上回れるかってところですよね、はい、本当読み合いになってくると思います。ヤンハンとすればもちろんね、ここでまず出だしでリード取れれば相当精神的に有利ですよね。そうですね、相当有利ですね。一方チョンジヒは起死回生となるか。あ、レシーブエース。ナイスコースでしたね、今白線ギリギリでしたね。コンパクハンドで、うん、いきますが、オーバーです。良かったと思いますよ。一方2ゲーム取られましたチョンジヒです。ちょっとこれは今のはミスですかね、うん、はい、回転が残ってましたね、これが、はい、自分取ったボールの回転が残ってオーバーになりました。サービスエースです、今のはチョンジヒ当たりませんでしたね。そうですね、やはりちょっと動きも硬くなってきてますよね、はい、チキータレク、うん、
チョン・ジヒのチキータが出ました。フリックを見せたヤンハウンですが、ラリーになった。チョン・ジヒが取ります。今のはもうこれでもかっていうぐらいのフォア攻めしましたね、チョン・ジヒ選手がね。しかしアン選手も打ち急ぐことなく、しっかりボールを引きつけてましたね。会場を沸かせます、さあヤンハンが1ポイントを取ります。よし、3球目です。いやー、厳しいところ、エッジでした。今のですね、ギリギリ狙ってますね、角に当たりました。エッジです。エッジボールは得点になります。あー、今、チョン・ジヒかなり深いところを狙ってきましたね、はい、ましたね、踏み込んでいきましたね。これで3点リード。強気のフォアがありました。はい、もう2ゲーム先取してますからね、はい、もう強気のプレーどんどん出していっていいと思いますけどね。一つうんうんと頷いたヤンハウン。今のいかがですか。はい、サービスが良かったですね。やっぱ出る出ないのサーブ、序盤でも聞いてましたけど、ミドルからフォアに出した巻き込みサーブが少し入れにいってますよね、チョン・ジヒ選手が。そこを狙っていくという作戦だと思いますね。セブンファイブです。チョン・ジヒ選手は苦しいと思いますよ、精神的に。先ほどのゲームもゲームポイントを握ったんですが、失っています。あの展開からのストレート、すごいですね。これです。この後、これです。いや、西井さんも思わずうなったという展開。ここは3球目攻撃決まりました、チョン・ジヒです。さあ、チョン・ジヒこのゲームをもちろん取らなければいけないわけですが、はい、ここでヤンハンが追い上げられるか。さあ、これで9-6になります。ネットにかかって、これでチョン・ジヒがゲームポイントを握ります。ちょっとヤンハンにミスが、そうですね、続いてますね。投げ上げサーブ、フリック見せていくチョン・ジヒですが、オーバーです。少しこのゲームに関してはヤン選手、フリックレシーブばっかり使ってしまってましたので、今みたいにストップレシーブとか長く突っつく横回転、それでも長く突っつくようなレシーブとか、
混ぜていかなきゃいけないですね、うん、どうしてもこう一つうまくいくとそれ使いたくなるものですか。そうですね、使いちょっと過ぎてますかね。なるほど、ここバックハンド、うん、これもですね、ちょっとこの展開が多かったですよね。さあ、はい、この第3ゲームはチョンジヒがようやく取りました。これでゲームカウント2対1です。ですからその効果的なものも使いすぎると良くないし、そうですね、それをやらされてるっていうことに早く気づかないとダメですよね。なるほど、はい、ここもそうですね、バックハンド、そうですね、なので相手が予測していないことですよね、うん、やはりあのフリックしてくるだろうと思って出してるサーブに対して、はいはい、なんかこうツッツクなりフリックも少しナックル気味に入れるとか、はい、フリックが今ちょっと一つ の, あのやり方になってしまってますので、的を絞れてますよね後半ね、はい、さあ一方チョンジヒはここでまず一つゲーム取りました、はい、まだもちろん月も取らなきゃいけないわけですが、そうですね、少しね、楽になったかなと思いますが、まだまだでもね、うんうん、まだまだ窮地に立たされてますかね。そうですね。はい、この序盤やはりヤン選手はリードしたいですよね。第1ゲームはヤンハウン、第2ゲームもヤンハウンが取りました。しかし第3ゲームチョンジヒが取り返してゲームカウント2対1。トップ名古屋はこのゲームを取れば勝利。一方ヤンハウンに対してチョンジヒが取れば第5ゲームにもつれ込みます。まずはサービスエースはヤンハウンです。ワンオール、うん、今のもちょっともったいないミスですね。はい、チョンジ選手のレシーブだいぶ浮いたんですが、はい、連続で攻めれなかったですね、もったいない。ドライブをかけるヤンハウンですが、チョンジヒのボールはオーバーミス。ヤンハウン選手はですね、うん、ボールをゆっくりと溜めることができるんですよね、はい、早いライジングで捉えるのも上手なんですけども、普通なら打ち急ぐところをですね、しっかり自分のポイントまで引きつけて打てる、この打球タイミングの変化というか、うん、そういうのを使いこなす選手ですよね、はい、やっぱりこうボールのなんていうんですか、読みというかそのタイミングが上手いんですかね、うん、軌道とかをしっかり読んで打ち急がないんですよね、まあ、それがボンミスの少ない本当選手につながってると思うんですが、ここはチョンジヒが台上でのバックハンドを見せました。このバックハンドを大きく外れます。チョンジヒが連続です、3連続ポイント。ここレシーブですね、相手の読みを外せるかですね、はい、チョンジヒのサーブ、ヤンハウンはどうレシーブするか、うん、今のどうでしょう。はい、今ナックル気味に送ったのですが、うん、送ることに精一杯だった感じですかね、うん、あ、そうですか。はい、ナックル気味、無回転気味に返したというヤンハウンですが、これはナイスストップレシーブですね。ストップレシーブでした。はい、力は抜けてますね、ヤン選手ね、はい、これストップってやっぱり力んじゃうともうダメなんですか。もう出ちゃいますね、強く当たっちゃうので。今の回転のコスティストップ上手に入りました。さあヤンハウンが追い上げます。あのチョンジヒ選手のバックを潰していくというかね、崩していくっていうのはポイントになってきますよね、うん、長いサーブ全然使ってないので、ここで使ってもいいと思うんですが。そうですか、はい、
3球目決まりました。でも今みたいな出る出ないのサーブもね、うん、よく効いてますので、うんうん、アフロムサーブ、はい、ネットにかかってるのに行きましたね、ですね、軌道がね変わるのに反応しました。ここで強気のレシーブが出るか、うんうん、オーバーミスです。入れに行きましたね。ヨンジヒはヤンハウンのバックに対してのサーブでした。やはりフリックさせてからの展開ですね、うんうんうん、もうこれこっちに来るだろう、フリックが来るだろうって、そうですね、させてっていう展開ですね。チョンジリード 5-7 です。うまくチョンジヒが左右に揺さぶりました、うん、動きどうですか、チョンジヒの。あ、いいと思いますよ。よくはなってきてますか。はい、なってきてると思います。ここはお互いミドルへというところでした。はい、今長いサーブ使いましたね。あ、そうですね、はいはい、やっぱりそういうリードしてるときにこう今まで使ってないものを出したりすると、そうなんですよ、もっと点数をね話せれるんですけど、うん、効かなくなってからじゃちょっとね、うん、遅いですよね。おお、バックハンドを打ち抜いていきました、うん、チョンジヒです。リックしかし返せず、これでチョンジヒがゲームポイントを握ります。バット前にサーブ絞ってますね、チョンジヒですね。これオーバーしました。チョンジヒが第4ゲームを取りました。これでゲームカウント2対2 2本取られた後取り返したチョンジヒです。第5ゲームにもつれ込むことになりました。いや、大接戦ですね、第4マッチも。チョンジヒ選手はですね、もうあのヤン選手のバック前に徹底して、はい、巻き込みの上系のサーブを出してます、はいはい、そこを同じタイミングでしかまだレシーブが今できてないんですよね、はい、あそこを思い切ってチキータレシーブはやらない選手ですので、はいはい、もう少しちょっと打点を上げるのか、それかあの上からガツンと突っつくのか、何か相手が、ね、予測していないことをやらないといけないと思いますね、はい、それかフリックを行くのでも強く打たれない、ま、真ん中、はい、真ん中に持って行ってからの次のボールですね、うん、必ず仕掛けるっていうような作戦に出ないと、うん、はい、ですかね。あと長いサーブもね、あんまりお互い使ってないですので、うん、どこでそういうのを見せ玉として使えるか、勝負いけるかっていうのも一つだと思いますね。先に2ゲーム先取したのはトップ名古屋のヤンハウン、しかし取り返したのはチョンジヒ。最終第5ゲームです。6オールから始まります。今日3度目の最終ゲームと、ね、いうことになります。大接戦、思い切れた方がいきますね、うん、お互い勝手知ったる中です。手の内を知り尽くした者同士の対戦。あ、今行きましたね、あのミドルに入れて次のボール攻撃的にフォアサイド行きましたね、はい、なるほど、それができたヤンハウンです、はいはい、次も来るだろうから、そこのレシーブも少し厳しくいけるといいですね、一本リードしてますから。
ました。ストレートを押し抜いていきました。今ギリギリまでチョンジ選手サーブ迷ってましたね。どうしようか。で反対の回転に、多分途中で変えたのかっていうような。ちょっとサーブが甘かったように感じます。あ、そうですか。はい。そういう前がちょっとの前が出るんですね。さあ2点先取しましたヤンハン。ここは返しましたチョンジヒ。回り込んでフォアでした。ハーフロングも効いてますけどね、長いサーブもいいと思うんですがね、どうでしょう。いや力強いチョンジヒ、エイトール。タイムアウトですね。タイムアウトを取りました。日本生命レッドエルフですね。はい、ここでサーブの確認だと思いますね、はい、最終第5ゲーム先にヤンハンが2ポイント取りましたが、チョンジヒが取り返して8オール。このタイミングで日本生命レッドエルフのタイムアウトです。どこから攻めるかですね、はい、もう一度バック前巻き込みサーブから行くのか、はい、はい、あ、なんか笑顔がでも見えてますね。そうですね、あ、すごいですね。この状況で、この状況で、ね、リラックスさせましたね監督さん、すごいですね。これやっぱりそういうメンタルのコントロール、コーチングって本当に大事ですからね。本当にそうですね。特に女子選手は、ね、あのだいぶ違うと思いますね。はい、一方こちらはほとんど表情が、まあ、変わりません。はい、ヤンハンです。レシーブどう出るかですね。チョンジヒのサーブから始まります。勝負かけた方がいいと思いますね。まあ、今日ねこのヤンハンのレシーブというのがね大きなポイントで、はい、ゲームを見ていますが、トップレシーブでいった、これはチョンジヒ投げ上げサーブに変えましたね、はい、はい、最後は自分から攻めるパターンですね、うん。返したチョンジヒ、バカとった今ちょっとちゃんと当たんなかったですね。あ、そうですか。さあこれで何ゴール。今の一本ちょっとかすりましたね。かすって浅く入りましたね。いやー、これはもちろんマッチポイント握ったんですが、はい、さあこのラッキーをどう生かせるかですよね。ヤン選手、ヤンハウンのサーブです。勝負いけるか。オーバーミスになりました。ヤンハンがマッチポイントを握ります。さあこれを取ればトップ名古屋の勝利です。思い切っていけるか。チョンジヒ追いつけるか。ハーフロングも嫌ですよね、この状況では。ストップでいく、ヤンハンが取りました。最後ハーフロング出しましたね、はい、出てたのにもう突っつくしかなかったですね、チョンジヒ選手。いやこれは嬉しい勝だったと思います。第4マッチ、ヤンハンが最終第5ゲームを制しました。日本取り返して追いつかれましたが、最後の第5ゲーム競り勝ちました。これでマッチカウント3対1、トップ乙女ピンポン名古屋が今シーズンホーム最終戦を勝利で飾りました。いや嬉しそうですね。さあ笑顔が出ました。いやこれは本当嬉しいと思いますね、いや本当に接戦
でした。最後この表情、山原です。いや、息の詰まる第4マッチでした。チョンジヒ選手は終始ね、精神的に苦しかったと思いますね、うん、これがやっぱり向かっていく側と受ける側の、はい、はい、ところだと思いますね。まあ、ただね、2ゲーム取られてから取り返した、うん、そうです、ね、チョンジヒも見事でしたよね、はいはい、やはり底力ありますよね、うん、いや、これでトップ名古屋は、はい、今シーズン日本生命に対して2勝目、はい、まだまだ2位のチャンス、ね、はい、がね、残ってますよね。勝ち点3を獲得しました。はい、2位を目指すためには上位の日本生命に対して大きな大きな1勝です。しかもこれがね、今日ホーム最終戦ですからね。そうですね、もう今日会場に来てくれたお客さんもね、うん、すごく喜んでくださってるんじゃないでしょうかね。そうですね、最高のプレゼントいただきましたね。昨シーズンは非常に苦しいシーズンではありましたが、今シーズンは非常に健闘しています、トップ乙女ピンポンズ名古屋。まあ、昨日も接戦、ビクトリーマッチまでもつれ込みました。そして今日は上位の日本生命に対してしっかりと最終第4マッチ取りました。やはり第1マッチの、ね、うん、ダブルスの勝利っていうのが本当に大きかったですよ ね。はい、本当あの一戦がね、うん、勝利を分けたと思います。はい、やっぱりトップ名古屋のね、うん、強みというのは、うん、本当にあの鈴木ヤンハウンペアと、うん、もう一つね、目村森田ペアといって、うん、2つもね、はい、あの強いダブルスを持ち合わせてるっていうのが、はい、今季のあの好調な結果につながってると思いますよね。そうですね、はい、さあ、それではインタビューの準備が整ったようです。それでは場内の皆様、お待たせいたしました。それではヒーローインタビューです。まず壮絶なゲームを取りましたヒーロー、お二人にお越しいただきヤンハウン選手、そして見事井出沢選手、見事な勝利でした。お二方にお越しいただいています。井出沢さん、非常に壮絶なゲーム、今日は第3マッチを任されましたが、どんなお持ちで今日は戦ったんでしょう。昨日木下アビールさんとの試合でフルゲームのデュースで負けてしまってすごい悔しかったので、今日もフルゲームのデュースだったんですけど、あの向かっていく気持ちで挑めたので良かったです。まあ、昨日も同世代との戦い、今日は年下との戦い、どんなふうに思ってたんでしょう。ジュニアの選手でよく知ってる選手なのですごい緊張したんですけど、あの気持ちを落とさずにできたので良かったです。昨日も先に1勝あった後2番任されて結果敗れて、今日は 1-1 という中での3番でした。どうだったんでしょう。1-1 で回ってきたので自分が取ったらあのチームも有利になると思ったので、思い切ってやりました。 T リーグのこの雰囲気にはだんだん慣れてきたんでしょうか。最初に比べたら慣れてきました。はい、今日は実はホーム最終戦ということで大勢のお客様集まってくださいました。ホームの声援はどんな風に届いてましたでしょうか。すごいあの応援が力になったのでありがとうございました。という井出沢涼香選手です。そして今日一気に2勝をマークしましたヤンハン選手です。おめでとうございます。ね、ありがとうございます。まず第一マッチから伺いましょう。今日もフルマッチということで、しかしダブルス強いですね。ね、저도그렇게생각합니다。私もそう思います。鈴木選手とのこのコンビってのももう同じになってきましたけど、だいぶこうマッチングが良くなってきたんでしょうか。네、처음할때보다서로많은통하지않아도서로믿음같은것도있고좀네잘맞는것같아요。話は通じないんですけれども、すごくあの合ってると思います。
さあ、そして、最終マッチということになりました。今日の第4マッチですけども、チョン・ジヒ選手とはお国ではダブルスも組むという仲だったんですが、戦いにくくはなかったでしょうか。좀색다른느낌도있었고원래같은팀이었는데다른팀으로하다보니까근데뭐상대다보니까게임에집중하려고노력했어요あの同じチームなんですだったんですけれどもやっぱりあの今は敵なのであの勝てるために頑張りました。先に出ましたがその後追いつかれて最終マッチどんな風に思ってましたか。最終ゲームですね。우선은마지막홈이라고들었기때문에굉장히이기고싶었고또이기게되니까네너무좋은것같아요마지막홈試合だったのですごく緊張したんですけれどもあのすごく勝ちたかったんですで勝ててすごく嬉しいです。ヤンさんがリードして最後勝った後ベンチのところで皆さんで自撮りで記念撮影してましたけど네네네その辺はどんな思いだったんでしょうか。우선은기쁘니까 네, 네嬉しくて取りました。さて今日はホーム最終戦ということで、大勢のトップファンの皆さんいらっしゃってましたけれどもこの声援はどんなふうに届いてました。あの今日最終ホームの最終戦ということで、ファンの皆さん大勢詰めかけてきてくれてだんだん声援も熱くなってきたんですけれど、そのあたりどんなふうに声が届いてましたでしょうか。우선은제가원래지연이랑굉장히어려운데제가이길수있었던거는이제홈팬들이저를응원많이해주셔서그힘덕분에이길수있었다고생각합니다。あのジョン・ジー選手すごく強かったんですけれどもやっぱり自分一人の力じゃなくてみんなの声援があったからあの勝てたと思います。ありがとうございました。さてチームは何といってもファイナルへ残るチャンスを残しています。残り5試合どんなふうに戦いますか。抱負を聞かせてください。じゃあ남은試合は過去のままに伝えていきますが、ファイナル경기へ進出할수있도록남은경기도열심히하겠습니다。にあのファイナル出れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。さあそして最後に井出沢選手に伺いましょう。残りゲームファイナルというのがかかっています。皆さんに力強い抱負を込めた一言お願いします。自分が試合に出してもらったら勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。井出沢清香選手、ヤンハン選手でした。どうもありがとうございました。おめでとうございました。続きまして藤川秀夫監督です。監督、昨日の分も全部お返ししたというそんな一生にも見えましたが、そうですね、あの本当に先ほどから話出てるんですけども、あのホーム最終戦ということでたくさん の, あのトップ名古屋の応援の皆様がご来場いただきましたので、 なんとかあのその期待に応えたいと。でもう来るバスの中から選手全員と、まあ、ミーティングしながらですね、今日最後思い切って頑張ろうということで一致団結して最初に臨みました。という首位との対戦だったんですが、まあ、立ち上がりの第一マッチから結構壮絶なゲームになって早めのタイムアウトっていうのも何か監督の意図も感じたんですが、あの辺どうだったんでしょう。そうですね、やはり1セット目先取するとやはり勝利に近いということはもうデータ的にも出てますので、その中ではもう先手必勝ですね。常に先手先手をトップ名古屋のチームが取っていけるように流れを作りたいなということで早めのタイムアウトを取りました。ここのところダブルスは第1マッチ取れてるんですが第2マッチというところでちょっと何か鬼門のようなところがありましたが、昨日第2マッチだった井出沢選手を第3マッチに持ってきました。この辺の意図はどうだったんでしょう。そうですね、やはり前回日本生命さんとやった時に井出沢選手が森選手と当たって逆転負けをしているので、まあ、これはもう森選手がどこに来るかわからないんですけども、もう一度再戦させてあげたいなというようなつもりで今日は3番に置きました。井出沢選手の成長ぶりというのはどんなふうに感じているんでしょう。全てがですね、自分のプレーの
こう戦術の中の引き出しというかしてもらえればいいのかなと。これからまだまだ先が長く日本の卓球界に、まあ、貢献してくれるであろう選手だと思いますので、あのこの T リーグをこういい、なんていうのかな、バネにして頑張ってほしいと思います。それにしましても井出沢選手、ヤンハン選手と昨日ちょっと悔しい思いをしたシングルス、そこを見事に取り返してくれましたね。そこはもう2人に感謝ですねあのうまく一晩寝てあの気持ちを切り替えてくれたと思ってます。それぞれのマッチが非常に熱くなってきて、だん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 こう会場の熱が上がってるのが非常に分かったと思うんですが、監督どんな風に感じてました？あのベンチでも非常に熱が上がりましたねあの体を壊すんじゃないかという風な気持ちで、あのもうホーム最終戦ですから、あのベンチと選手一体となって全てを出そうと思ってやりました。この後アウェーが5ゲーム、しかも首位に瀬戸ちょっと多いという状況なんですけれども、この後どんなふうに一戦必勝ということになると思いますが、戦っていきましょう。あのやはりファイナルを目指してますので、あの最終戦あと5試合あります。あの全てをですね、全力で戦い抜く、あのチームワークと、あのいい雰囲気、あの持ってるチームだと思います。あのあと5戦、あの皆さんの熱い応援をいただければなんとかファイナルに行けると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ホーム最終戦見事な勝利でした藤川監督でした。おめでとうございました。勝ちましたトップ乙女ピンポンズ名古屋、井出沢恭佳選手、ヤンハン選手のインタビュー、そして藤川秀夫監督のインタビューでした。まあ、本当に今日ホーム最終戦ということで、なんとしても勝ちたいという、ね、強い思いがあったことが感じられましたね。そうですね、たくさんの会場 の、ね、うん、あの応援してくださる方々の力も本当に出た試合だったと思いますね。はい、まあ、T リーグ2年目ということでね、やっぱりこう皆さんに応援されながら、戦っていくのがこのチームということになります。さあ、それでは今日のハイライトをご覧いただきましょう。現在3位のトップ乙女ピンポンズ名古屋対現在首位の日本生命レッドエルフの一戦でした。まず第一マッチ、両監督がこのダブルスを取りたいと望んだ第一マッチでした。はい、この最後の、ね、鈴木選手の粘り、あのフォアハンドはよく取りましたよね。この1ゲーム目、ね、取ったのが本当に大きかったと思います。ここまで5連勝中の鈴木梨花、ヤンハンペアのトップ名古屋、一方日本生命はチョン・ジヒとユモンユという開幕戦以来のペアだったんですね。はい、トップペアを、ね、崩すためにはユモンユ選手を、ね、うん、時差があっても何が何でも聞いていただけなきゃいけないっていうね、はい、村上監督の熱い思いがあったと聞いてましたね。フルゲームの末第1マッチを取ったのはトップ名古屋でした。そして第2マッチはトップ名古屋森田彩音対日本生命レッドエルフ森さくらという、こちらもね、4,5 年ぶりの一戦というね、はい、ことになりました。そうですね、あの序盤は本当にね、うん、あの一進一退の戦いだったんですけど、はい、もう2ゲーム目ですね、本当に先ほどの森選手の気合を見ても分かるように2ゲーム目がポイントだったと思いますね。はい、3ゲーム目からはもうかなり森選手はあの、うん、攻略しましたね。森田選手のライジングで捉えるタイミングを。第3ゲームは11対2、はい、そして第4ゲームを取って、このゲームは森さくらが取りました。マッチカウント1対1で迎えた第3マッチです。井出沢恭佳と赤江佳穂という17歳と15歳の一戦でした。試合始まる前はですね、井出沢選手のあの一方的な試合になるのかなと、うん、あの私はちょっと想像していたんですが、思いのほかも赤江選手の思い切りのいい、うん、あのプレーと、あと千代田からはイスラバーにね、はい、あのいち早く順応しましたよね。の最後のこのね、うん、狙いにいった回り込みが入っていたら、うん、赤井選手の勝利になったと思います。はい、素晴らしいデビュー戦でしたね、シングルスの。そうですね、はい、T リーグシングルス戦初出場の赤江でした。はい、まあ、そこに対して井出沢は最終第5ゲーム、はい、10対7から逆転勝ち、はい、なかなか入らなかったフォアハンドを攻め切りましたね最後。素晴らしかったです。これでトップ名古屋が勝利に王手をかけました。第4マッチを迎えましたが、第4マッチも壮絶な戦いでした。はい、あの手の内を知り尽くす相手同士で、
精神的にはね、1、2ゲームを先取したヤンハウ選手がかなり有利かと思ったんですが、さすが底力のあるチョン・ジヒ選手が盛り返して、はい、もう本当に最後までわからない試合でしたね。何本も超絶なラリーが見られましたね。これは見応えありましたよね。はい、まあ、韓国でダブルスを組んでいるこの両選手の一戦という第4マッチでした。もう本当にヤン選手にとっては嬉しい勝利だったと思います。最後のインタビューでもね、自分の力だけじゃできなかったことだっていうのをね、本当に感謝の気持ちも述べてましたからね。はい、はい、大阪でチョン・ジヒを振り切ってこの第4マッチ、トップ名古屋が取りました。マッチカウント3対1でトップ名古屋、ホームでの最終戦勝利で飾っています。まあ、本当にね、残り今日含めて6戦という中で最後のホーム戦というゲームだったわけです。トップ名古屋、ご覧のような、結果になっていますが、これ4試合中3試合が最終ゲームまでもつれ込むというもう大接戦でしたね。すごい試合でしたね。本当にあの精神的な部分がね、本当に垣間見れる戦いがもうたくさんありましたよね。はい、そうした中でね、このホームの皆さんとの記念撮影を笑顔でできたトップ名古屋。はい、もうこれでね、2位が射程圏内に入ってきましたからね、直接対決までなんとか勝利を重ねて、ね、ファイナルまでつなげてほしいなと思いますね。まあ、敗れた日本生命としては、まあ、ここで一つ仕切り直して残り5試合臨まなければなりませんね。はい、そうですね。あのでも来週からはね、本当に全日本チャンピオンの平野選手、早田選手だったり、はい、あのオリンピック内定選手のね、はい、平野選手がきっと出場するだろうから、そうです、ね、はい、またあのチームのね、力っていうのはかなり上げて、はい、来るんじゃないかなと思いますね。はい、そしてトップ乙女ピンポン名古屋、再び日本生命戦が待っています。最終戦が木下アビル神奈川ですから、まあ、これ2位争い本当に楽しみですね。本当に楽しみですね。もう本当に最後の一戦で決まるみたいな ね、そんなシナリオがあるかもしれないです ね。さあ、一方勝ちました日本生命レッドエルフの日程です。再びトップ名古屋戦の後、はい、ご覧になりますが、最後にトップ名古屋戦が また待ってるこれもね、この試合日程の妙ですね。本当ですね。いや、あのトップ名古屋チームもですね、あのハイン選手とかサマラ選手とか、あの主力の選手がきっとあの出てくれるだろうです、出てくれると思いますのでね。はい、楽しみですね。はい、楽しみです。岸さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。野島 T リーグホーム最終戦をトップ名古屋勝利で飾りました。